どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私最近心霊スポットに行ってきたのよ。おお、友達と一緒に行ってきたのか？いいえ、巫女たるもの。お化けを怖がっていては務まらないもの。もちろん一人で行ってきたわよ。それはすごい勇気だな。でも、その心霊スポットで財布を落としちゃって。魔理沙、一緒に探してくれない？やっぱり怖かったんじゃねえか。まあでも、一人で無事に帰ってこられただけでもよかったんだぜ。まあね、そこは褒めてほしいわ。過去に、心霊スポットに向かった、女性二人が失踪する事件も、起きていることだしな。それ、ちょっと聞いたことがあるかも。詳しく教えてほしいわ。それじゃあ今回は、壺野高専女性失踪事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは壺野高専女性失踪事件の、事件概要を紹介するぜ。ちらっとは聞いたことがあるけど、詳しくは知らないから教えてほしいわ。壺野高専は富山県魚津市郊外にある高専で、その起源は奈良時代に活躍した、僧侶の行基が作ったと伝えられる、薬師如来像のお告げによるものと、されているそうだ。行基？奈良の東大寺の大仏の造流を、任された人だ。だから、壺野高専はその行基由来の、薬師如来のお告げとあって、霊験豊かな高専として、ずっと人気があったらしい。そうなんだ。ところで、高専と温泉ってどう違うの？細かい点は省いてざっくり言うと、高専は25度以下の湧き水で、温泉は逆に25度以上の湧き水ってことだな。だから高専にそのまま入浴することは難しいため、この壺野高専でも、ホテル壺野という、宿泊施設で、高専から汲み上げた水を沸かして、館内の浴場で効能新たかな、温泉として提供していたらしいんだぜ。なるほど、壺野高専はどんな効果が期待できるの？神経痛や胃腸の病、皮膚病などに、効果があるという触れ込みだったそうで、当時、逆に人気があったらしいな。そうなのね、私も行ってみたくなったわ。ところで壺野高専にはさっき話に出てきた、ホテル壺野という一軒宿があったんだ。今はもうないの？ああ、正式な開業は1970年代前半らしいが、当時は鶏肉と地元で採れた山菜を使った、山椒焼きや、山椒鍋が名物料理で、館内には他にも外国人ダンサーによる、生姜売りのレストランやダンスフロア、蕎麦処や喫茶店、さらには行き来プールと、名付けられたアトラクション施設もあり、大変賑わっていたらしいんだが、1982年に廃業したそうだ。え、そんな大人気のホテルが、どうしてたった10年ばかりで、廃業しちゃうのよ？経年劣化で建物の使用が難しくなった、という理由ではなさそうだが、伝わっている理由は噂の域を、出ないものばかりで、はっきりしてはいないんだ。ホテル壺野の廃業につながる噂があるの？ああ、ホテル併設のプールで、利用客の子供が溺れるという事故が起こり、それがきっかけとなって倒産、廃業となったという噂があるんだそうだ。自分はその事故の時にプールにいたとか、聞いたことがあるという、ローカル掲示板への書き込み等は、確認できるらしいが、当時の新聞などの裏付けが、今のところ確認されていないため、噂、とされているらしいぜ。確かに、賑わっていたホテルで、そんなことがあったらせめて地方紙に、乗りそうなのに乗っていないというのは気になるわね。ああ、だから未だに真偽のほどはわかっていないんだ。しかし、実際のところ、当時のレジャーブームをもってしても、ホテル壺野の苦戦は続いたかもしれない、という地元の人も少なくないらしい。お客さんは入っていたんでしょ？どうして？ホテル壺野のある魚津市の隣の黒部市には、大正時代創業のうなずき温泉郷があるんだが、こちらは若洲霊泉ではなく、いわゆる温泉な上に、JR 富山駅からも地鉄と呼ばれる、富山地方鉄道を利用できるほか、人気の黒部峡谷鉄道でもアクセス可能で、県内外からの観光客に人気の温泉地の一つだからな。なるほど、近隣にライバル施設があったのね。それに比べてホテル壺野は一軒宿で、周囲には他に立ち寄るような、観光スポットにも乏しい、一時はスキーリゾートとしての計画も、持ち上がるなどしたらしいが、その後のバブル崩壊などもあり、広さ3300平方メートル、8階建てという、本館設備があるにもかかわらず、1982年の廃業後は再オープンの話が、一切なかったことからも、そうした事情が透けて見えるな。なるほど、立地の悪さからして再利用されずに、40年近くも廃墟のままとなってしまったのね。ところで、このホテル壺野の、敷地内にあった高専の名前から名付けられた、壺野高専女性失踪事件は、今から25年前の1996年5月5日に発生しているんだ。ゴールデンウィーク中に起きた事件なのね。
ああ、しかも1996年のその日は日曜日だったそうだ。その日、富山県氷見市在住の、女性 A さんと B さんは B さんの、仕事終わりを待ってから、二人で壺の光線に肝試しに、出かけたらしいんだ。その頃には壺の光線は、心霊スポットとして認識されてたのね。A さんは会社員でその日は、休みだったそうなんだが、B さんはスーパー勤務だったため、その日も仕事があった。そして B さんは他のアルバイト店員に、一緒に肝試しに行かないかと、誘ったが断られたそうで、その後そのスーパーで懐中電灯や電池を買うと、以前に一緒に壺の光線に行ったことのある、A さんを誘ったらしいんだぜ。でも、女性だけで行くのはちょっと危険な気もするわね。そのあたりはなんとも言いようがないが、一つ言えるのは、1990年代前半は、女性霊能者をメインに、取り上げたオカルト番組が大人気を博していて、心霊スポット探索のロケ番組が、数多く放映されていたんだ。ああ、確かに義母愛子さんとか、ブームになってたわね。当時、心霊スポットは、かなりポピュラーな存在だったのかも。ああ、だからもしかすると、ちょっと話題の場所に行ってみたくらいの感覚で、壺の光線を訪れようとしていたのかもしれないな。そういうこともあるかもしれないわね。それで、二人はいつ頃に壺の光線を訪れたのかしら？二人が落ち合ったのは B さんの勤務後で、B さんの軽自動車に A さんが同乗し、午後21時頃に氷見市内を出発。まずは、射水市内にあった、旧海王丸パークという帆船海王丸を、屋外展示してあった場所を訪れたそうだ。壺の光線の前に寄り道したのね。旧海王丸パークにはどうして立ち寄ったのかしら？当時この旧海王丸パークは、夜間になると近隣の若者たちが、集まることで知られた場所だったそうだ。それで二人もまずは、そこで知人友人に、会えることを期待して、出かけたんじゃないかと見られているらしい。なるほど、仲間集めね。二人は誰かに会えたのかしら？ああ、そこで会った知人としばらく、話をした後に二人は壺の光線に、向かったらしく、午後22時過ぎには、B さんの車が、国道8号線を大洲市内に向かって走行し、その途中のガソリンスタンドで、給油しているのが確認されているんだぜ。その後、友人のポケットベルに、今、魚津市内にいるという、メッセージが送られてきたんだが、それを最後にぷっつり消息が途絶えたそうだ。1996年の行方不明発生当時の、ホテル壺野は、廃業から、約14年ほどが経過していて、荒れ具合は今よりもまだマシだったようだが、その代わり、富山県内だけでなく、石川や福井、岐阜などの隣県からも、暴走族などが集まる場所として、有名になっていたそうだ。そのため逆に地域の人たちは、全く近づかない迷惑施設と化していたという。ある意味心霊よりも怖いわね。それにホテル壺野では、不審火による火災も何回か発生しているんだ。不審火ということは、誰かがいたずらで放火したってこと？廃業になっているから当然電気ガスは、止められているので、そちらからの出火の可能性はゼロだ。普通に考えれば、廃墟に入り込んだ、侵入者による火災だろうな。不審はどれくらい起こっているの？一回目の不審火は1985年当時で、まだ廃業から間もない頃だったんだが、木造一部鉄筋の旧館のほとんどが焼失したそうだ。廃業してすぐに不審火があったのね。さらに1990年3月3日には、敷地内にあった薬師堂という、仏像安置所から出火していて、木造平屋の建物は全焼したらしい。こちらは事件前後に不良少年たちが、出入りするのを目撃した人がいたことと、3月の富山はまだまだ寒さが、厳しい時期であることから、暖を取るために焚き火をしていた火が、燃え移ったのではないかと、警察は判断したそうだぜ。なるほど。どちらの火事も、もしかしたら暴走族や、不良少年たちが原因なのかもしれないわね。ああ、1996年当時の壺の光線は、心霊スポットでありながら治安も良くない、危険な場所だと思ってもらっていいだろう。娘たちが帰ってこないことで、A さん B さんの家族は自分たちでも、手分けして探し、さらに富山県警にも相談した。それを受けて県警は、6月下旬と11月の2度にわたり、魚津市内の国道8号線から、ホテル壺野へ向かう4ルートを、それぞれ県警ヘリと山岳警備隊を、動員して徹底捜索。特に B さんの車も発見されていないことから、転落事故が起きそうな崖などを中心に、谷底まで捜索するなどしたが、手がかり一つ見つからなかったそうだ。車も見つかっていないのね。同時に二人の家出人届を受理した氷見署では、さっき説明したように二人が訪れるはずだった。ホテル壺野が暴走族などの、溜まり場だったことから、事件に巻き込まれた可能性も考えた。二人の友達など関係者や、
それぞれの自宅に残っていた所持品を調べたり、男性の友人などからも事情聴取したらしい。それでも二人が見つかることはなかったのね。二人の行方不明事件捜索は、そこから暗礁に乗り上げてしまうが、そこからある噂がまことしやかに、囁かれることになったんだ。噂？その噂というのは、A さん B さんの失踪には、北朝鮮が関係しているんじゃないか、というものだったんだ。よく失踪事件が起きた時に、北朝鮮による拉致だって言われるわよね。新潟県佐渡で、S さん親子が、拉致された前後に、富山県高岡市の天原市海岸でも、カップルを狙った拉致未遂事件が発生しているんだ。天原市海岸は、二人が住んでいた氷見市と、旧海大丸パークのある射水市の間にあるわよね。ああ、だから二人の失踪にも、北朝鮮が関与しているのではないか。二人は拉致の被害者ではという噂が、囁かれたらしいんだが、この噂に対して富山県警は、二人は夜間に道に迷って、ダム湖などに、車ごと転落した可能性が高い、という見解を示していたそうだ。車も見つかっていないからなんとなく、警察の見解が正しいような気もするけど、どの道憶測でしかないわよね。一方、当時もう一つ地元を中心に、囁かれていた噂の一つに、二人はホテル坪野にたむろしていた、暴走族に捕まり、ひどい目に遭わされたのでは、というのもある、そこから派生する形で、性暴力被害に遭ったのではないか、という噂などもあったそうだ。確かに、かなり治安が悪そうだし、女性二人だけでホテル坪野に近づいたら、そういう被害にも遭いかねないわね。いずれにせよ、この時点では、これらの噂はあくまで噂の域を出るものではなく、その後もホテル坪野は、富山最強の心霊スポット、あるいは、神隠しホテルとしてマニアの間で、知られる存在であり続けた。しかし、2014年頃にある有力な情報が、富山県警にもたらされたんだ。やっと有力な情報が得られたのね。実はそれ以前に流れていた噂に、A さん B さんの失踪には3人の男が関係している、というものがあったんだが、今回もたらされた情報は、1996年のゴールデンウィーク期間中に、旧海大丸パーク付近で、車が港に転落するのを見た人がいたらしい、という噂だったんだ。それってまさに A さんと B さんが、失踪した時期だし、二人は、旧海大丸パークにも足を運んでいるわね。ああ、しかもその噂では、転落を目撃していたのは、三人の男ということだったそうだ。失踪に関係しているとされている、男の人数と一緒だわ。そこで富山県警は、この情報をもとに、噂の出所を探して徹底した、聞き込みをしたらしい。その結果、噂の出所を突き止め、さらにその三人の男の特定につなげたそうだ。男たちと二人の関係はどんなものだったのかしら？富山県警が男たちに噂の真相について、問いただしたところ、男たちは、旧海大丸パークで女性二人が、乗った車に声をかけたら、後ろ向きに、急発進して、そのまま海に落ちたと、証言したらしいんだ。あら？二人は旧海大丸パークから出て、坪野高専に向かったんじゃないの？どうも一旦は、旧海大丸パークから、坪野方面に向かったらしいが、その後再び旧海大丸パークへと、戻ってきていたらしく、その時に海に車ごと転落したみたいなんだ。なるほど。でも、三人の男はなぜ車が転落した時に、通報しなかったのよ？男たちは警察の取り調べに対して、怖くなってそのまま立ち去ったので、通報しなかったと述べたらしい。怖くなったって、何か二人に対して引け目でもあったのかしらね。ともかくこうして噂の裏付けが取れた。富山県警は、2020年に旧海大丸パーク付近の海中を、ダイバーを使って捜索し、その結果、海底に沈んでいる軽自動車を発見したそうだ。車が見つかったのね。ああ、車は腐食が激しく、ほとんど原型をとどめていなかったそうだが、さらに車中を捜索したところ、車内から人骨がいくつかと B さん名義の、ガソリンスタンドのカードが、見つかったそうなんだ。カードはプラスチック製だったそうだから、海水の影響をあまり受けていなかったらしい。旧海大丸パークって、今の、富山新港北3号岸壁付近だったかしら？ああ、その後現在の海大丸パークが、オープンしたことで、一般の立ち入りは、禁止されているから、もし沈んだ車内から何らかの漂流物が、あったとしても、人目につくことはなかっただろうな。ちなみにこの3人の男性は友人同士で、ゴールデンウィーク中に、当時ナンパスポットとして有名だった、旧海大丸パークに立ち寄ったらしく、A さん B さんとの面識はなかったと、見られているそうだ。じゃあ、男たちは二人にナンパ目的で、声をかけて、二人は驚いて後ろ向きに、急発進しちゃったってことなの？そうかもしれない。
しかし、その後の警察の事情聴取では、車が転落する前に A さん B さんの、乗った車のドアを外から開けようとした、とも話しているらしいんだ。深夜に知らない男3人に、車のドアを開けられそうになったら、テンパってアクセルを、踏み込んでしまうのも無理ないわよ。ああ、しかも慌てていたせいで、その時リバースに入っているのに、気づかなかったのかもしれないしな。それに男たちは通報しなかった理由を、さらに追及されて、転落の責任を問われるのが怖くて、通報できなかったと、証言しているそうだから、自分たちに彼女たちの死の責任が、あることは承知していたと考えていいだろうな。それでその後はどうなったの？車中から見つかった人骨は、2体分には到底足りず、それだけでは特定できなかったそうだ。それで、発見された骨から DNA を抽出し、鑑定した結果、A さんと B さんのものと、特定されたらしい。そうなのね。でも、24年越しに A さんと B さんの、行方が分かっただけでもよかったわ。そうだな。それで、二人が転落するきっかけになった、3人の男についてはどうなったのよ？事件の取材をした雑誌社からの、問い合わせに対して富山県警の担当者は、目撃者とされる人間について、複数回の聴取を行った。現在のところは事件性を疑う材料はないと、回答したらしく、B さんの遺族も、3人の名前すら知らされていないそうだ。なんとなく納得いかないわねー。誰が考えても遺族感情としてはそうだろうと思うぜ。でもいわゆる時効の壁と、証拠の少なさがネックなのかもしれないな。解決したはいいけれど、ご遺族からしたら、完全に解決したとは言えなさそうね。ところで、A さん B さんの失踪現場と、疑われた坪野鉱泉だが、周辺住民は相次ぐ不法侵入や、不審火、事件などに困り果て、失踪事件が発生した翌年の1997年に、当時の所有者に全焼要求したそうだ。でも、今も廃墟としてそのまま鎮座してるのよね？ああ、所有者は魚津市に対し、土地と建物を処分してくれと、申し入れたらしいんだが、建物の解体処理費用だけでも、当時のお金で2500万円以上かかるということで、魚津市は拒否したそうだ。それは簡単に邪足で処分します。とは言えないわよね。結局その後もホテル坪野は、放置されたままで荒廃が進み、動画配信のために、侵入する人が絶えなくなったために、現在のような鉄製のヘイトゲートが、設けられたらしい。しかし2001年頃には、肝試しを口実に、ここへ連れ出された女性が、性的暴行を受けるという事件も起きたようだ。昔は暴走族、今は YouTuber か。近隣住民は大変ね。せっかくロケーションのいい場所だし、なんかもったいない気もするわ。ああ、晴れた日には遠く富山湾も、望むことができるそうだしな。しかし、最強の心霊スポットといっても、噂だけが一人歩きをしている場所が多い中で、ある意味ホテル坪野を含む坪野鉱泉は、本当に女性の行方を暗示していたと考えれば、都市伝説から出た真実だったと言えるのかもしれないぜ。結果として、二人の失踪事件は、不幸な事故だったことが分かったけれど、やっぱり女性としては、深夜に、ナンパスポットなんて行くもんじゃないわね。ああ、旧海大丸パークを訪れた二人に罪はないものの、そういったスポットが時に不幸を呼ぶことは、今回の事故で証明されただろう。行くにしても油断しないことが大事ね。さて、というわけで今回は、坪野鉱泉女性失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。なぜうちの子が世間を震撼させ、映画のモデルにもなった誘拐事件、荻原義明ちゃん誘拐事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。よくドラマとかで身代金目的の誘拐事件が起こったりするけど、あれって実際に逮捕率はどれくらいなのかしら。正確な数値などは不明だが、基本的に現金の引き渡しの際や電話での逆探知によって、居場所が判明して逮捕されるみたいだぞ。ええ、じゃあ身代金目的で誘拐しても成功しない可能性の方が、高いってことなのね。確かに成功率は低いんだが、ひどい事件だと、犯人の特定もできなかった上に、人質が殺害されてしまうようなこともあるんだ。身代金目的での誘拐なのに殺害されたの？じゃあ今回は、荻原義明ちゃん誘拐事件、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は群馬県高崎市菊縄町で1987年9月14日午後4時50分頃に起こった。当時5歳だった荻原義明ちゃんが、近くの神社に遊びに行く、って言って出かけたまま行方不明になったんだ。まだそのくらいの歳の子なら、最初は迷子になったのかと思いそうだけど、
すぐに誘拐だってわかったの？ああ。その日の午後6時40分に、荻原家に男の声で、子供を預かっている。2000万円よこさなければ子供は殺す。っていう、身代金要求電話があったんだ。その日のうちに電話があったのね。犯人は吉明ちゃん誘拐後すぐに行動に移したんだわ。当然だが両親はその電話を受けてすぐに警察へと通報した。そしてすぐに逆探知の準備が行われて、午後7時47分には2回目の脅迫電話が入った。結構電話のペースが早いような気がするけど、内容は前と同じだったの？ああ。前回と同じように、現金2000万円の身代金を要求する内容だったんだ。それで逆探知はできたの？残念ながら2回目の電話は通話時間が短すぎたせいで、探知できなかったんだ。犯人も当然逆探知は警戒するでしょうし、必要な要件だけを手短に伝えて切ったのね。その後、午後8時3分には3回目の電話がかかってきた。この際に電話口に現れたのは犯人の男じゃなく吉明ちゃんだったらしい。どうして吉明ちゃんが出たのかしら。理由は不明だが、父親からの問いかけに、元気、これから帰るよ、おまわりさんと一緒、と返したそうだ。おまわりさんと一緒ってことは犯人は警察関係者、あるいは警察だと偽ってる人物だったのかしら。その部分については何もわかってないから触れないぞ。こうしてかかってきた3度目の電話だったが、これもまた通話時間が短かったせいで逆探知は失敗した。犯人側は逆探知をされないように、徹底して通話時間を短くしてる印象を受けるわね。こうして逆探知ができないまま時間が過ぎ、2日後の9月16日午前7時50分に4回目の脅迫電話がかかってきた。内容はこれまでの男の声で、今日夕方6時までに1000万円用意しろ、と要求するものだったそうだ。犯人としてはお金を手に入れるために金額を下げたのかしらね。今度は逆探知はどうだったの？この時の通話時間は27秒で逆探知はある程度可能な時間だったんだが、実は逆探知体制は前日の15日に解除されてたんだ。そのせいで犯人の居場所は特定できなかった。どうして警察は逆探知体制を解いてたの？まだ事件は解決してなかったし、そのまま続けた方が賢明だったように思うんだけど、今とは違って当時の逆探知には回線制限が必要だったんだ。だから長期間の逆探知シフトはできない状態だった。そうだったのね。じゃあ本当にタイミングが悪かったって感じなのかしら。とはいえ、これ以上は吉明ちゃんの身が危ないと感じた捜査班は、犯人の要求通り金を用意することにしたんだ。しかしそこで悲劇が起こってしまった。何があったの？その日の午後12時35分に吉明ちゃんの遺体が発見されたんだ。場所は家から数キロメートル離れた高崎市花高町の入りの八橋下の寺沢川だった。さっき誘拐された人が殺害されたって聞いてはいたけど、身代金の準備中に遺体となって発見されたのね。でも殺害されたってことは犯人としては、もう身代金は諦めることにしたってことなのかしら。犯人がどういった理由で殺害したのかは不明なんだが、吉明ちゃんの遺体を司法解剖したことによって、いくつか明らかになったことがあるんだ。何がわかったの？まず吉明ちゃんの死因が砂や水を飲み込んだことによる、窒息死だということが判明したんだ。発見現場は川だったし、砂や水はそこのものなのかしら。だとするとその場所で殺害されたことになるわ。ああ、霊夢が考えてる通り、吉明ちゃんはその場所で殺害されたんだ。顎が骨折してたことから、生きたまま橋の上から、投げ落とされた可能性が高いみたいだ。あらかじめ殺害して運んだんじゃなくてそこから落としたのね。結構リスキーなようにも感じるけど、自宅とかに痕跡が残らない方法としてそれを選んだのかしら。さらに司法解剖によると、吉明ちゃんの胃の中は空で食事を与えられた形跡はなかったそうだ。首を絞められた後や薬物を飲まされた形跡はなかった代わりに、腹部には殴られた跡があったらしい。暴力を振るわれてたのね。もしかして3回目の電話は殴られて無理やりかけさせられたのかしら。あるいは腹部を殴ることによって気絶させて、その状態で橋の上から投げ落とされたとも考えられてるんだ。死亡推定時刻はわかったの？ああ。死亡推定時刻は9月15日午前10時以前と見られてて、このことから4回目の脅迫電話がかかってきた時には、すでに吉明ちゃんは殺害されてたことになる。ということは犯人にとっては3回目の電話が過ぎた時点で、これ以上吉明ちゃんを使った脅迫は無意味になったってことかしら。じゃあここからは、数々の行動から犯人がどんな人物だったのかについて、推測していきたいと思う。とは言っても電話口で声を出してただけで、どうやって吉明ちゃんを誘拐したのかすらわかってないのよ。確かにそうなんだが、いくつかの犯人の行動を見てみると、性格などがある程度わかってくるんだ。どんなことがわかるの？
まず電話口の声から、犯人は中年の男だと推定されてるんだ。少なくとも若い犯人ではないってことね。次に犯人の目的はそもそも身代金目的ではなく、荻原家に対する怨恨の可能性が考えられてるんだ。でもお金自体は要求してたわよ。それ自体が捜査を攪乱するための偽装ってこと？ああ。一度犯人からの電話を振り返ってほしいんだが、4回目の電話で身代金の額の変更などが、場当たり的に行われてるんだ。もし本当に身代金が目的なら、吉明ちゃんの家族に譲歩するような、金額の変更を行う理由がないんだ。まあ確かにそれはそうね。家族からしたらそれで吉明ちゃんが帰ってくるなら、2000万円くらいは払う可能性が高いし、交渉されたとかでもなく自分から値段を下げるのは少し妙だわ。しかも犯人は一度も身代金受け渡し場所や方法を指定してないんだ。もし身代金目的なら最低限そういった指定はするはずだろ。言われてみればそうだわ。値段は毎回言ってるのに場所は一度も指定されてないわね。もし仮に逆探知をされないためだとしても、普通は場所くらいは言うはずよね。さらに電話をした翌日が敬老の日で、金融機関が休みであることなどを一切考慮せずに、身代金を要求してるのもおかしいんだ。2000万円なんてすぐに用意できるものじゃないし、少なくとも金融機関に行かないと手に入らないっていうのは、普通は常識のはずだものね。それを理解した上で身代金を要求したんだとすれば、無理難題を押し付けてるように見えるわ。ああ。だから荻原家に何らかの恨みを持つ人物の犯行じゃないかと、考えられてるんだ。ちなみにそれ以外だと、計画性が薄く社会性のない、異常性格者による犯行っていう推測もされてるらしい。そうね。怨恨関係なく犯行を起こした人間なら、そういう人物の可能性もあり得ると思うわ。ちなみにこれは犯人像とは関係ないんだが、逆探知によってある程度の範囲は絞れてて、電話は高崎市西部を含む、群馬長野局、管内から、かけられてたことが判明してるんだ。じゃあ犯人は少なくとも群馬県内から電話をかけてきてたのね。そして2回目の電話には車の通過音が入ってたらしく、このことから少なくとも、2回目は公衆電話からかけた可能性が高いとされてるんだ。もし本当に公衆電話からかけてたんだとすると、逆探知で自宅が特定される可能性を考慮しての行動だったのかしら。あくまで可能性の話だけどな。もしかすると単に交通量の多い場所に住んでた可能性もあるぜ。でも少なくとも吉明ちゃんを誘拐するために外には出てるはずだし、目撃情報とかあっても良さそうなものだけど、そういった情報はなかったの？実はこの事件に関連してるものと思われる目撃情報がいくつか出てるんだ。一つ目は事件より以前の1987年9月8日に、吉明ちゃんの通う、睦美幼稚園、で不審な白い乗用車が、目撃されてたというものだ。もしそれが犯人の車なんだとすると、事前に誰を誘拐するか決めるために観察してたってことになるのかしら。本当に犯人なんだとするとあり得るな。その車は群馬ナンバーのリフトバック式で、メガネをかけた男が乗っていたらしい。そしてこの車と同種と思われる車が、事件当日にも目撃されてる。当日にも目撃されてるなら犯人のものである可能性は高いわね。どこで目撃されたの？まず事件当日の14日午後5時頃に知人じゃ北口付近に、2台の白い乗用車が入り口を塞ぐような形で、止められてるのが目撃されてる。2台？もしそれが犯人のものなんだとしたら、1人の犯行じゃなく複数人での犯行ってことにならない？それに関しては何とも言えないな。2台くらいなら時間をかければ移動させるくらいはできるし、偶然よく似た車が近くに止められてた可能性だってゼロじゃないぜ。さすがにそれだけじゃ複数犯とは言えないか。その車はそのままそこに止まってたの？発見時には車内に人影がなかったそうなんだが、吉明ちゃんの捜索が始まった時には消えてたらしい。ずっとそこで止まってたわけじゃないのが気になるわね。まるで示し合わせたみたいにそのタイミングで消えてるあたり、何か事件に関係あるんじゃないかと思ってしまうわ。それから少し後にもよく似た車が別の場所で目撃されてる。荻原家から 2.3km 離れた町屋橋の下で、白い乗用車が目撃されてるんだ。そしてその20分後には環状大橋の下で、今度は子供を乗せた白い乗用車が目撃されてる。これらの車を運転してた男は40歳前後だったそうだ。やっぱりその白い車は犯人のものなんじゃないかと思ってしまうわ。あくまで目撃情報だから実際は細かい齟齬があるんでしょうけど、犯人が中年かもしれないっていう点とも一致するし、確かに色々と一致する部分はあるが、そもそも犯人が使ってた車が本当に白い車かどうかっていうのも、確定はしてないからな。警察から聞かれたことでなんとなく記憶の中にあった、白い車の情報を喋っただけって可能性も忘れちゃいけないぜ。ただ、神社の前で入り口を塞ぐように止まってた車が、
どうにも気になってしまうのよね。近くに止めてるならまだしも、塞ぐように止まってたわけだし。ヨシアキちゃんが殺害され、犯人も未特定のまま終わってしまったが、この事件はかなり有名になった誘拐事件なんだ。人が亡くなってるし間違いなく大きな事件だとは思うけど、そんなに有名なの？ああ、この事件は戦後日本の身代金目的誘拐殺人では、捜査機関が犯人を特定できなかった唯一の未解決事件なんだ。そうだったのね。それだけ身代金目的の事件は、解決しやすいってことなんでしょうけど、そう考えるとこの事件は異質だったのね。有名になった理由はそれだけじゃない。当時、バッドツアー日本公演中のマイケル・ジャクソンが、西宮球場でのライブ中に、今回の日本ツアーを吉明くんに捧げる、I just can't stop loving you を吉明くんのために歌う、と発言してるんだ。あのマイケル・ジャクソンもこの事件に触れてたの？海外に住んでるマイケルはどうやってこの事件を知ったのかしら。理由はわからないけど、マイケルが触れたとなればテレビとかでも触れられそうね。霊夢が想像した通り、この一件は当日の各局の夜のニュース番組で報道されてるんだ。2009年6月28日には日本テレビ、ザ・サンデー・ネクストで、当時の取材映像が紹介されてるぜ。それだけ広められれば何かいい情報が入りそうなものだけど、それでも未解決のままなのよね。ああ、残念ながらこの事件は2002年9月4日に時効を迎えてるんだ。2010年には重大事件の公訴時効が廃止されてるんだが、すでに公訴時効が成立してたということもあって適用外になってしまってるんだ。もう少し法改正が早ければと思ってしまうわね。犯人は結局逃げ切ってしまったわけだし、父親の光則さんももう少し早ければと感じたらしい。そんな光則さんは、現在神社の総代や地域の防犯委員をしているそうだ。自分の息子が事件に巻き込まれて亡くなってるわけだから、防げるなら防ぎたいと思うわよね。ちなみにこの事件はその知名度もあって、この事件をモデルにした小説64が書かれたりもしてるんだ。その小説は映画化もしてるぜ。卑劣な犯行だったっていうのもあるけど、マイケルが触れたっていうのも大きそうよね。それまで事件を知らなかった人でも有名人が触れることで知ることもあるでしょうし。以上が、荻原義明ちゃん誘拐事件、だ。最初は身代金目的の誘拐かと思ってたけど、犯人の行動に不自然なものが多くて、その真意がわからない事件だったわね。ああ、それもあってか、15年間で捜査員26万4千人を投入し、聞き込みした世帯は2万2000世帯、捜査対象となった不審者などが、約4200人、対象車両も約4万2000台になった。大掛かりな捜査が行われたにもかかわらず未解決になってしまった。それだけの捜査が行われてたのね。しかも大勢を任意で取り調べた際にポリグラフにかけたりしたことで、一部の市民から、俺がやったんだよ。そう言えばいいんだろ、とまで言われたそうだ。誰しも無実の罪で疑われたら嫌な気持ちになるでしょうし、その気持ちもわからなくはないわ。だがそうまでしてでも捕まえないといけない相手だったのは確かだからな。変に気を使って取り逃がしてしまったら最悪だ。でも結局未解決になっちゃったのよね。これだけの大規模な捜査をしてたらどこかで引っかかりそうな気もするけど、一応当時非番だった警官にも聞き込みをしてるみたいなんだが、それでも見つかってないからな。犯人に直接繋がる証拠が電話越しの音声しかないのが悔しいところだ。そうね。逆探知がうまくいってれば捕まえられたのかもしれないけど、当時の技術と今の技術だといろいろ違ったでしょうし、難しいところだわ。というわけで、今回は、荻原義明ちゃん誘拐事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。これは美穂じゃない、不可解な DNA 鑑定。山本美穂さん行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。昨日のあのテレビ番組見た？え？何か面白いものやってたっけ？警察24時よ、ハラハラドキドキするし、警察官の勇敢な姿に胸キュンで、番組が終わるまでトイレに行けなかったわ。CM の間に行けよ。だって一瞬も見逃したくなかったんだもの。警察官って素敵な仕事よね。結婚するなら、誠実で勇敢でたくましい警察官がいいわ。確かに安全な社会を実現するために不可欠な存在だよな。マリサの知り合いに誰か警察官いないの？いても紹介したくない。ひどい。確かに警察官は正義感や使命感を持っている人がほとんどだ。でも、中にはそうでない人もいるのでは？と疑いたくなるような事件もあるんだぜ。霊夢は、1984年に起きた山本美穂さん失踪事件を知っているか？この事件は、拉致が疑われている状態でありながら、突如身元不明の遺体を美穂さんと決定づけ、捜査を終了した疑惑の事件なんだぜ。何それ、初耳だわ。
ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ山本美穂さん失踪事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは美穂さんの家族について少し語らせてもらうぜ。バックグラウンドが分かった方が、より事件をイメージしやすいものね。美穂さんは1964年3月3日生まれで、父親は警察官、母親は専業主婦、双子の妹と二つ上の兄がいる5人家族だった。兄弟はとても仲が良かったそうだが、当時美穂さんが大学受験に向け勉強に励んでいた頃、交通事故でお兄さんを亡くしている。家族を失う悲しみは計り知れないわね。ああ。でも徐々に立ち直り、これから再スタートを切ろうとしていた時、この家族に新たな問題が立ちはだかった。それが当時20歳の美穂さんの失踪だ。失踪って、忽然と姿を消したの？どういう状況だったのか聞かせてよ。1984年6月4日、美穂さんは図書館に行くと言って、山梨県甲府市の自宅をバイクで出かけた。それ以来、消息不明となってしまったんだ。バイクに乗っていたなら、崖からの転落事故という可能性は？甲府駅前にバイクが置かれているのは発見されているぜ。ということは、駅にバイクを置いて電車に乗り、どこかへ向かったのかしら？美穂さんがどんな行動を取ったかは定かでないが、4日後の6月8日に、警察から新潟県柏崎市の海岸で、美穂さんのバッグが発見されたと連絡が入った。え、新潟？ちなみに山本さん一家は、新潟県柏崎市に縁もゆかりもないそうだ。それなのに、そんなに離れた場所でバッグが見つかるなんて不思議ね。ちなみにバッグの中身は？美穂さんの財布や免許証がそのまま入っていた。じゃあ物取りにあったというわけでもなさそうね。美穂さん本人は、一体どこへ行ってしまったのかしら。家族らは、9日に捜索願いを提出し、独自でも捜索を開始した。独自ってどうやって？美穂さんのお父さんが、日本全国の身元不明遺体を必死に調べ続けたそうだ。さすが警察官ね。でもその中から美穂さんらしき人物は、発見されなかった。警察からも数回、身元不明遺体との照合連絡があったそうだが、いずれも歯並びなどの身体的特徴が合致せず、美穂さんとは別人と判断された。行方不明の状態も不安が絶えないけれど、遺体が発見されれば、より深い悲しみが押し寄せてくるし、どちらも複雑よね。家族らは、連絡が入るたび心臓が、潰れてしまいそうなほど、ドキドキしていたらしい。でも、別人と判明すると、無事で生きているのだと再び希望を持てたそうだ。大事な我が子の無事を願うのは当然よね。でもそれでは捜査に進展もなさそうだわ。ああ、美穂さんに関する情報は一切つかめなかったそうだ。でも一つ、家族にとって気になる電話があった。どんな電話？失踪から約半年後の11月6日から、4年半ほど無言電話が続いたんだ。無言電話って嫌がらせかしら？ほとんどが数秒で切れてしまうものだったが、失踪してから3年4ヶ月後と3年6ヶ月後にかかってきた2回の電話では、10分から15分ほど無言で、こちらの様子を伺いながらもすすり泣くような声がしたらしい。もしかして美穂さんから？家族もそんな予感がして思い切って、美穂でしょ、元気？と問いかけたそうだ。ついつい言葉を発せずにはいられなかったのね。するとかすかな声で、元気と答えが返ってきたらしい。ということは、やっぱり美穂さんよ。生存していたんだわ。本人かどうかの確証はなかったようだから、もしかしたら誰かがなりすましていた可能性も拭えないけどな。でも家族はこの一件で、美穂さんの生存を信じ続けることができたそうだ。だけど、これまでの話だけだと、美穂さんの行方は見当がつかない状況ね。そうだな。美穂さんの失踪については、この時二つの説が考えられていた。何々？一つ目は海難事故で行方不明になったという説だ。確かに海岸でバッグが発見されているということは、何らかの事故にあって、海に流されてしまった可能性は考えられるわね。二つ目は北朝鮮の工作員による拉致の可能性だ。え、拉致？実は美穂さんが失踪した1年9ヶ月後の1988年3月に、参議院予算委員会にて、1978年7月から8月にかけて失踪した、木村康さんや浜本富貴恵さんらの、北朝鮮による拉致の疑いが話題に上がり、日本人の拉致被害が注目を浴びていたんだ。木村康さんと浜本富貴恵さんといえば、2002年に北朝鮮から帰国した拉致被害者よね。ああ、霊夢もこのニュースはさすがに知ってたか。そりゃ、当時大々的に報道されていたもの。でもその北朝鮮拉致事件と美穂さんの失踪がどうして結びつくの？美穂さんのバッグが発見された新潟県柏崎市の海岸というのは、
美穂さんが失踪する6年前の1978年7月に、蓮池薫さんと奥戸幸子さんが拉致された場所なんだ。ええ、その二人も2002年に同じく帰国した拉致被害者よね。そうだぜ。蓮池さんは当時20歳、奥戸さんは当時22歳だった。偶然かもしれないけど、美穂さんの年齢にも近いわね。だから美穂さんも北朝鮮によって、拉致されたと考えるのは、特別不自然じゃないだろ。確かにそうね。2002年9月17日に各テレビ局が報道した、小泉純一郎首相と金正日総書記の、日朝首脳会談は歴史的瞬間だった。金正日総書記は拉致を認めて謝罪し、翌10月に蓮池薫さんら5人は帰国できたのよね。でもその当時って美穂さんの拉致の話も報道されていたのかしら？日朝首脳会談後、美穂さんも北朝鮮による拉致の疑いが、濃厚と全国ニュースで報道されているぜ。そうだったのね。そして2003年1月には特定失踪者問題調査会が発足し、北朝鮮による拉致が濃厚な失踪者40人のリストが作成された。特定失踪者？特定失踪者とは、北朝鮮による拉致の可能性を、排除できない失踪者を指す言葉だ。特定失踪者問題調査会はその特定失踪者について調査し、救出を目指す民間団体なんだぜ。このリストの中に美穂さんも入っていたの？ああ。でも北朝鮮に拉致されたと思われる場所は、年齢とバッグが発見された場所ぐらいよね。霊夢は大町ルートって聞いたことあるか？何それ？かつて水飴は焼酎の味付けのため、日本海側から北朝鮮へ輸出されていた。そして、それらを日本海側まで運んだのが、大町ルートと呼ばれるルートだ。具体的にはどこを通るの？千葉を起点に東京や埼玉、山梨、長野の大町を通り、糸魚川付近で新潟、富山に分かれる。新潟はバッグが発見されていた場所だけど、山梨も美穂さんが失踪した場所よ。ドンピシャね。ちなみに新潟港は、北朝鮮の貨客船である、万四本号が入港していたことで知られているんだぜ。北陸から新潟にかけての日本海側ルート周辺には、在日の人々が多く居住する地域があり、工作員の上陸ポイントとして多数設定されていたようだ。もしかしてそこには工作員をかくまったりする、協力者もいたということ？その可能性は否定できない。でも在日朝鮮人の人たちも、工作員に目をつけられてしまったがゆえに、北朝鮮にいる親族の安全と引き換えに、工作活動への協力を強要されていたようだ。積極的に協力していたわけではないのね。ちなみに調査会によると、失踪場所や当時の住所など、何らかの形でこの大町ルートとの関わりがある、失踪者を検索すると、約150件にも上るらしい。それだけの人がこのルート上で、拉致されている可能性があるなんて驚愕だわ。これは、調査会に情報が寄せられている失踪者が、約470人だから3割に達している。偶然とは考えられないほど多いわね。ちなみに横田めぐみさんも、このルート上で失踪した拉致事件なんだぜ。やっぱりこのルートで拉致が行われた可能性は捨てきれないのね。新潟県柏崎市の荒浜海岸で美穂さんのバッグが発見されたのも、そう考えれば辻褄が合うわ。実は拉致は、行き当たりばったりに行っているわけではなく、何らかの条件に沿って選定していたらしいんだ。年齢かしら？それは明らかにはなっていないけど、現場のすぐ近くにいる人間が選定し、おびき出す係や監禁しておく係、日本海まで運ぶ係、実家を見張る係など、役割分担して実行されたと言われている。じゃあ美穂さんは前から目をつけられていた可能性があるのね。でもそうは言ってもこれまでの話ってあくまでも仮説なのよね。美穂さんが拉致されたという証明はできないんじゃない？実は韓国に亡命した元北朝鮮特殊部隊員という男性が、平壌の特殊部隊で美穂さんに似た人物を目撃した、と証言しているんだ。嘘？目撃証言があるならかなり可能性が高まるわね。でもそれなら無言電話の件はどうなるの？通信事情が悪く、規制されている北朝鮮で、国際電話をかけられるのかしら？所属する部署によっては可能みたいだ。美穂さんは人目を盗んで、平壌から日本に必死の思いで、国際電話をかけていた可能性も捨てきれない。この工作員の証言もあり、美穂さんの家族は、国外移送目的略取容疑で、山梨県警に告発状を提出したそうだ。じゃあ、拉致事件として、警察は再捜査をしてくれたの？母親と双子の妹は、美穂さんとの再会に希望を持ったようだが、父親は警察は家出人を探すほど暇ではないと考えながら、引き続き自ら行動していたようだぜ。でも2003年3月に父親は脳腫瘍で倒れ、5月19日に死去した。生きている間に美穂さんに会いたかったでしょうね。残念だわ。そして翌2004年にはさらにショッキングなニュースが家族に届いた。今度は何なの？嫌な予感。
2004年3月5日、美穂さんの妹の元に山梨県警から連絡があった。なんとその内容は、山形県で発見された身元不明遺体と、美穂さんの妹の DNA が 99.9% 一致したというものだったんだ。妹さんは美穂さんと双子だったのよね。ああ、美穂さんと妹さんは一卵性双生児だ。この事実からわかることは、妹さんの DNA と一致する遺体イコール美穂さん以外に考えられない、ということなんだ。その遺体はいつ発見されたものなのかわかっているの？身元不明遺体は美穂さん失踪の17日後、1984年6月21日に山形県遊佐町の海岸に、漂着したものだったそうだ。確かに日にち的には、美穂さんの可能性がありそうだけど、山形まで流されていったなんて想定外ね。死因は溺死で、遺体のほとんどは、死老化あるいは白骨化していたようだ。死老化って？死老化とは、長期間水中や土中など、何らかの理由で腐敗菌が繁殖しない条件下に置かれた結果、腐敗を免れて、遺体内部の脂肪が変質し、全体がろうそく状になる現象のことだぜ。なるほどね。なんだかあんまり想像したくないわ。遺体には右腕がなく、左手も両肢が消滅しているため、指紋は採取できなかったそうだ。さらに両足も発見されなかった。どうやら、スクリューによって欠損してしまったみたいだ。また、歯が13本も抜け落ちていた。かなりひどい状態で発見されていたのね。そして山梨県警は突如記者会見を開き、この事実を公表した。家にいた美穂さんの母親は、ニュースを見た親戚からの連絡で、初めてこの事実を知ったそうだ。親よりも世間がこの事実を先に知るなんて。しかもこの会見は異例ずくめで、カメラを一切入れず、さらに質問のほとんどに対し、言えないと回答を避けたそうだ。国民の関心が高い話題だから、拉致でなかったのだとしたら、きちんと説明すべきなのに誠意の感じられない対応ね。会見をやるからには、きちんと答えるべきだと思うだろ。なぜこんなに突然、急展開を迎えたのかしら。会見を急ぐ理由があったのかしら。不思議だろ。実は調べていくと、この遺体には多くの不審点があって、家族からの証言も合わせると、美穂さん本人ではない可能性が伺えるんだ。別人ということ？もしかしてそれがバレる前に会見を行って、早々とことを終結させようとしたのかしら？そもそも、照合相手である妹さんの、DNA を採取したことに関してだが、これは2003年4月26日に家族と県警が面会した場で行われている。家族が言うには、県警が、今後の調査のためにとだけ説明して、妹さんの血液を採取したと言っているんだけど、県警は山形の遺体で美穂さんと思われる遺体が2体あり、うち1体は DNA 鑑定が可能なため鑑定を進めたい、とちゃんと説明したと言っているんだ。意見が食い違っているのね。家族が聞き逃したのかしら？でも必死の思いで美穂さんを捜索していた家族が、こんなに重要な話を聞き逃すなんて考えにくいわよね。警察はこれ以後も DNA 鑑定を進めていることを、4度説明したというんだ。家族側はそれを全く認識していないんだけどな。ということは、警察が嘘をついているのかしら？そもそもおかしいのは、正式な DNA 鑑定であれば、親子間で実施すべきなのに、母親ではなく、双子の妹さんに行っている。これはあまり、一般的ではない。わざと山形の遺体を美穂さんに仕立て上げようとしてるのかしら？他にも不審な点はある。遺体の DNA は骨髄の粉から採取されたんだが、これは遺体発見当時の1984年に司法解剖を行った山形大学の教授が、自分のデスクに個人的な研究のために、保管していたものだったんだ。そのことを2002年11月に知った、山梨県警が取りに来たという話らしい。個人的に保管って意味がわからない。家族は教授と面会して実際の保管状況を確認した際、デスクに鍵はかけられておらず、封筒の口も開いていて、誰もが容易に触れる状態だったそうだ。常温で何年も放置されていた資料を使うってどうなのよ。DNA 鑑定には厳しい注意事項があるんだけど、これがその基準を満たしているとは到底思えないんだよな。そもそも山形の遺体が美穂さんであると県警が着目するまで、遺体発見から18年4ヶ月かかっているのも腑に落ちないわよね。さらに県警はすでに資料は使い切ったとし、再検証はできないと回答しているんだ。また、最も重要な鑑定書についても、家族の閲覧こそ認めたものの、当社は認めなかったし写真撮影も認めていない。なんだか怪しい部分が多いわね。この遺体は本当に美穂さんなのかしら。家族は、この遺体は美穂さんのものではないと考えている。それには他にも何か理由があるの？県警が身元不明遺体について、その身体的特徴や遺留品の写真を見せて確認した際、
家族はどう考えても美穂さんの遺体ではないと思ったそうなんだ。なぜなの？美穂さんは実家暮らしで、洗濯は母親が全て行っていたから、おおよその洋服などは把握していた。でも身元不明遺体が身につけていたジーンズや、ブラジャー、ネックレスは美穂さんが、所有していたものと全く異なっていたそうだ。見覚えのないものばかりだったのね。しかも、そもそもブラジャーのサイズが違ったらしく、遺体が着用していたブラジャーのサイズは A70 だったのに対し、美穂さんが普段身につけていたのは B75 や B80 だったそうだ。それは明らかにおかしいわね。そもそも本来ならば、遺留品の確認やサイズなどの確認ではっきり判明せず、DNA 鑑定が可能な場合になってから、鑑定するという手順なんだけど、美穂さんの場合は家族が知らない間に、勝手に DNA 鑑定が始まっているんだ。それから遺体の腐敗具合が、行方不明の日数と合わないこともおかしい。どういうこと？遺体の鑑定書によると、顔面に外傷はなかったものの、歯が13本抜け落ちていた。本来、自然に腐敗したことにより歯が脱落するには、最短でも3ヶ月はかかる。でも美穂さんが失踪した日から遺体発見までの期間は17日間だ。つまり、山本美穂さんの行方不明の日数とは、どう考えても合わないのね。ああ、これだけ短期間に歯が13本も抜けているのは非常に不自然なんだ。遺体の体型に関しても、両脚が欠損しているから、やや不確かではあるけど、衣類のサイズからして比較的スマートであると見られている。ややぽっちゃりした体型であった。美穂さんと同一人物とは思えない。特に座高は本人と乖離していて、観察医など専門家は強く疑問を呈している。観察医や専門家もそう感じているなら、やっぱり変なのね。こうした点から、家族は発見された遺体が、美穂さんではない可能性が非常に高いと考え、さらに警察に対しても不信感を抱いたようだぜ。確かに、この身元不明の遺体は美穂さんではない可能性が、非常に高いような気がするわ。DNA 鑑定の結果だけで結論付けて、事件を終結させようとする強引さがかなり不可解よね。この遺体がたとえ美穂さんでなかったとして、少なくとも20年前にこの女性が、何らかの理由で亡くなっていることは事実だ。不可解なのは、なぜか山形県遊佐町には、この遺体を含め3件の身元不明遺体が、1979年から1984年の間に集中して漂着していることだ。自殺の名所なのか、何らかの事件が頻発していたのか。でもわからないのは、なぜこの遺体を、半ば強引に美穂さんと決めつけたのかなのよね。政府は2004年1月に、2度目の訪朝へ向け、拉致問題は解決したとして、国交正常化を目指していたようなんだ。そして拉致被害者5名の家族を、日本へ帰国させる代わりに、特定失踪者の話は出さないという打ち合わせがあったと、誠しやかに囁かれていた。訪朝は5月23日と噂とは異なったが、特定失踪者については噂通り触れられることは全くなかった。つまり、北朝鮮との問題をこれ以上増やしたくない政府は、美穂さんが特定失踪者ではなかったとしたかったのね。ああ、だから山形県遊佐町の海岸で発見された遺体を、美穂さんに仕立て上げ、海難事故として処理してしまおうと、したのではないかと想像できるんだぜ。無言電話をかけてきていたのが美穂さん本人であれば、この遺体は絶対に別人よね。そうだな。もしかしたら電話は事件の真相を知る犯人や、単なるいたずらだった可能性もある。でも、家族の知らぬところで進められた。DNA 鑑定や美穂さんと一致しない遺体の身体的特徴、所持品など不審な点が多くあるのは事実だ。家族は未だに美穂さんの死を受け入れられていない。家族は遺体が本当に美穂さんなのであれば、一刻も早く供養してあげたいだろうけど、納得のできる説明が県警から得られない今の状況では、到底受け入れられないわよね。美穂さんが今も生きているのなら、せめて元気に暮らしていてほしいわね。そうだな。というわけで今回は山本美穂さん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。もう限界。不倫男に騙され二度の中絶。殺してしまえ、日の OL 不倫放火殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近話題のヒルドラ見てる？いや、私はドラマは見ていないな。あら、そうなの？今、すごいドロドロな流れになってて面白いのよ。私はそういうの、受け付けないな。事件の予感がしてしまうというか。ああ、確かに一歩間違えたら事件になりかねないわよね。実際に、ドロドロとした男女関係が恐ろしい事件を招いたケースもあるしな。そんな事件があるの？詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、日の OL 不倫放火殺人事件、について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、
日野 OL 不倫放火殺人事件の事件概要について、詳しく解説していくぜ。事件が起きたのは1993年12月14日、東京都日野市で発生した、日本電機 NEC 府中事業場共通ソフトウェア事業部ネットワーク開発部員による、放火殺人事件で、不倫相手の上司の幼児二人が傷殺されたんだ。犠牲となってしまったのは、不倫相手のお子さんだったのね。今回の事件の犯人となったのは北村幸恵。平成元年、幸恵は日本電機 NEC に入社することになる。その会社には、技術系総合職として採用されたそうだ。そして数ヶ月の研修後、8月下旬から東京都府中市にある、工場にソフトウェア事業部ネットワーク開発部員として配属され、SE として働くようになる。不倫相手とはここで出会うことになるの？ああ、そうだ。不倫相手の名前は H。北村幸恵は同じ職場で働いていた H から、コンピュータ技術のイロハを学んだんだぜ。そして7歳年上の H は、身長が180センチ近くもあったそうで、ハンサムなスポーツマン。社内の女性の注目の的だったみたいだな。何でも教えてくれるかっこいい上司って感じね。右左もわからない状況でいろいろ教えてくれる人に対しては、そういった感情も芽生えてしまいそうだわ。確かにそうだな。上司の H は、鹿児島県の農家で6人兄弟の末っ子として生まれたそうだ。地元の商業高校を卒業後、上京して日本電機ソフトウェアに就職、SE として働いていたぜ。二人はもともと上司と部下の付き合いだったけど、やがて、師匠、キャッシー、と呼び合うようになるんだ。そこから次第に親密になっていき、デートを重ねる関係になっていくんだぜ。で、結局、体の関係にまでなってしまうの？その通りだ。H という男は既婚者だったってことよね？そうだ。H は妻と子供二人と一緒に暮らしていたんだぜ。平成2年秋、幸恵は自宅から会社のある日野市まで、約2時間かかる遠距離通勤をしていたけど、同じ日野市のマンションに引っ越した。H が住んでいた自宅に行き来しやすいからかしら？ああ、引っ越した理由を両親には、時間に余裕を持って仕事したいから、と言っていたみたいだが、毎日でも H とデートしたかったというのが本当の理由だったんだぜ。一方の H は、日野市の公団住宅に妻子と共に暮らしていた。妻とは職場で知り合い、1987年に結婚していたみたいだな。なるほど。まあでも、奥さんにバレるのは時間の問題だと思うわ。そして平成3年4月、H の妻 K が流産した。このことに H はショックを受け、幸恵がこれに同情する形で、二人の関係はますます親密になっていくんだぜ。だけど幸恵は、上司と部下の関係は決して、崩すまいと思っていたようだ。そして8月6日、この日は幸恵の25歳になる誕生日の前日で、多摩川で花火大会があったという。その夜、二人で花火大会を見た後、H は幸恵に誕生日のプレゼントとしてラジカセと CD を送り、幸恵のアパートで初めて行為に至った。さらに翌日の7日、二人は会社を休み、府中の郷土の森のプラネタリウムに行った。その後、多い時には1週間に、数回は幸恵のアパートに泊まることもあったみたいだ。本当、ただの彼氏彼女みたいな関係ね。この頃から、H は社内メールを頻繁に使い、幸恵にメールを送り続けていた。ちなみにそのやり取りは全部で116通あり、幸恵はこれをプリントアウトしていたらしい。画面上のメールの文字が儚く消えてしまうのが寂しいような、もったいないような気になり、プリントアウトしていたと後に供述しているんだぜ。完全に H に依存している感じね。そして10月頃のこと、H は幸恵に対し、職場結婚した妻 K のことを次のように言った。何かしら？もともと、今の女房みたいなタイプの女と結婚するつもりじゃなかった。たまたま入院していた時に毎日、見舞いに来てくれて、本当は東京の人と結婚したかったんだ。妻と別れて男一人になったら、子供は育てることができないからね。女房が死なないかなとか、交通事故に遭わないかなとか、すごく思うんだ、とな。まるで、本当は結婚したくなかったみたいな言い方ね。でも幸恵はこんな風に言われると、自分が H と結婚するべきだ、なんて思いそうじゃない？その通り、幸恵はこの時、H との結婚を意識したぜ。そして平成4年4月、ついに重大な出来事が起きるんだ。重大な出来事？まさか幸恵が妊娠でもするんじゃ。その通り、幸恵は妊娠した。だけど H に、時期が悪い、今回は下ろしてくれ、と言われたらしいぜ。だから5月に、幸恵は中絶することを決断したんだ。妊娠までしていたのね。しかもちょうど幸恵が妊娠した時、H の妻も妊娠していたんだぜ。同じタイミングで妊娠していたの？幸恵がそのことを知ったら、なんかまずいような気がするわ。そして5月23日、幸恵の実家に近いグラウンドで、会社のソフトボール大会があった。
その大会に H は幸恵を誘ったんだ。幸恵は車で実家に帰る予定があったからグラウンドに寄り、そこで大きな腹を抱えた妻の K と対面することになる。ここで H の妻が妊娠しているという事実を叩きつけられるわけね。ああ、幸恵は、はじめまして、北村と申します、と挨拶はしたものの、その後は気持ちが動揺して、言葉にならなかったみたいだ。当然、幸恵は後から H を追い詰めるのよね。翌24日朝、H は幸恵に、妻を紹介したのはわざとやったことじゃないんだ。すまない、許してくれ、と言って謝ったという。それに対し、幸恵は、じゃあ、奥さんと別れてよ、と言ったぜ。H はしばらく考えて、今、即答できない。少し考えさせてくれ、と言ったぜ。まあ、こういう会話になるわよね。そもそも、H の妻にこの不倫がバレてないのが不思議だわ。しかし、ここでついにバレることになるぜ。このことがきっかけで、事件が起きてしまうんだ。ついに事件が起きるのね。平成5年の2月末、H と幸恵が伊豆高原に旅行に出かけることになった。そしてこの頃、幸恵が2回目の妊娠をしたんだ。だけど今度は、自分の意思で中絶したぜ。で、H の妻にはどうやってバレたのよ？5月18日の朝のこと、H が出勤した後、妻 K が友人のところに電話をしようと、自宅電話のリダイヤルボタンを押した。するとなぜか幸恵の電話につながり、はい、北村です。という声が返ってきたみたいなんだ。この時、K は主人が浮気をしていると直感したんだぜ。なるほど。H の妻はすぐに夫に電話し、私に隠れて電話するような女の人がいるのか？と詰め寄った。すると、H は素直に浮気を認め、これまでのことを全て話したんだ。幸恵はどういう行動をとったの？自分自身が悪いという気持ちがあったらしい。だからひたすら、すみませんを繰り返すだけだったそうだ。なるほど、自分の非を認めたってわけね。でももしこれで解決するなら、事件なんて起きないんじゃないの？話はまだ続くぜ。そこから毎晩のように H の妻は幸恵に電話をかけ、罵詈雑言を浴びせたんだ。そして7月26日夜、妻は幸恵に対してこう言い放った。生きた子供を平気でお腹からかき出すような人なのよ、あなたは、とな。これで幸恵に怒りの感情が芽生えたの。その通り、そこで幸恵は、H の二人の子供を殺害することを決断したんだ。子供を標的にするなんて。そして12月14日朝、幸恵は H とその妻が車で家を出ていくことを確認する。この時の幸恵は、ガソリンを入れたペットボトル5本が入っているビニール袋と、ガソリン入りのポリタンクを入れた紙袋をそれぞれ両手に抱えていたんだ。そして以前に渡されていた合鍵で解錠し、ハンカチで指紋がつかないようにドアノブを回してドアを開けたぜ。合鍵を持っていたのね。ああ、侵入に成功した幸恵は、6畳の今のこたつの周りに、ガソリンを撒いた上で、ライターでテーブルに残されて、H のタバコの吸い殻に火をつけて、こたつ付近に投げ込んだんだ。だけど、火がつかなかったという。仕方なく、今度はテーブルの上にあったダイレクトメールに火をつけようとしたけど、これも火がつかなかったみたいなんだ。ということは、計画は失敗に終わったの？いや、ふと気づいたら右手に持ったハンカチに火がついていたんだ。幸恵は慌てて、ライターとハンカチを落としてしまったらしい。その時、その前に火のついていたタバコの吸い殻による引火によって、爆燃現象が起こり、その爆風によって幸恵が吹き飛ばされたんだ。さらには玄関を通り越して、402号室のドアに体を打ち付けたんだぜ。うわぁ、幸恵は一瞬気を失ったものの、すぐに気を取り戻し、階段を駆け下りた。だけどすでに家屋は全焼。奥の4畳半の寝室で寝ていた長女と長男が、この爆発と火災で命を落としてしまったんだぜ。計画通りではなかったものの、結果的に子供2人を殺害してしまったのね。そういうことになるな。じゃあここからは、逮捕と判決について詳しく解説していくぜ。犯行に及んだ幸恵だったが、事件が起きてからの2ヶ月間は普通に会社に出勤していた。幸恵は警察に疑われていたものの、証拠不十分で逮捕には時間がかかっていたみたいだ。まあ家が全焼となると、証拠も消えてしまうことになるものね。ああ、だけど、結局は捜査から逃げ切れないと悟った幸恵は、父親と自ら出頭することにしたんだぜ。判決はどうだったの？行われた裁判では、無期懲役が求刑された。しかし、北村幸恵側の弁護団は、不倫相手から、妻とは別れる。妻とは結婚するつもりはなかった、といった数々の虚言に騙されていたことによる、心神喪失状態だったため、情状酌量の余地があると訴えていたんだ。そしてこの裁判は、最高裁まで争われたぜ。最終的にはどういう判決だったの？最終的には、北村幸恵の無期懲役が確定したぜ。裁判の争点は、子供に対する殺意があったのかなかったのか、だったんだ。
なるほどね。最初の供述では、北村幸恵は、室内に火を放った時子供たちが寝ているのが分かっていた。子供を失った気持ちを味わわせてやりたかった、と話していた。だからこの時点で、子供に対する明確な殺意があったことがわかるな。確かにそうね。しかし、裁判が終わり服役後、後日発表された式によると、審理の内容には全く納得していません、と答えている。つまり、北村幸恵の中で、子供を殺すつもりはなかった、ということになるな。どっちが正しいのかしら。火を放った当時は心神喪失状態だったとしても、子供が寝ている横でガソリンに火をつけたらどうなるのかは誰でもわかることよね。そうだな。子供が殺されてしまったのは紛れもない事実だ。そしてこの件とは別に、子供が殺されてしまったことによる、損害賠償裁判も行われたぜ。この裁判によって、北村幸恵の両親に対して1500万円の賠償金を支払うこと、そして北村幸恵自身には3000万円の賠償金が支払うことが決定し、和解が成立となったみたいだな。まあ人の命を奪うことは本当にやってはいけないことだけど、今回の事件は H との不倫が発端よね。正直、世間からは H に対しての非難もあったような気がするわ。マリサの言う通りだ。特に北村幸恵の弁護士が裁判で主張した内容で、不倫相手の嘘ばかりな発言の数々が明らかになったからな。妻と離婚するつもりはなかったのにもかかわらず、北村幸恵に対し、一緒になりたい。離婚をするために話し合う、と言い、騙し続けたのは事実だぜ。北村幸恵が事件を犯した背景には、不倫相手の数々の言動が深く関係し、それゆえに、不倫相手も悪い、という風潮となったんだ。まあ、そういう意見が出てくるのは当たり前よね。これによって H の妻が傷つき、さらには何の罪もない子供二人が殺されてしまっているわけだし。じゃあここからは、事件のその後について詳しく解説していくぜ。無期懲役となった幸恵は現在も服役中だ。服役している北村幸恵は、キリスト教に入信し、殺人を犯してしまった罪についてや、殺した子供たちに対し供養を毎日捧げているという。さらに刑務所で得たわずかながらの作業報奨金をため、年に一度被害者夫婦に送金をしているみたいだな。幸恵の両親はどうなったの？両親が営んでいた製飯所を売り払い、すべてを賠償に充てる生活をしているぜ。子供たちの供養を毎日行っており、命日には法要も行っているみたいだ。それでも自責の念は消えることがなく、関東や関西など様々な地域のお寺に行っては供養をしているらしい。そうだったのね。じゃあ H とその妻の関係はどうなったのよ？場合によっては離婚も考えられるわよね。不倫相手の H は、事件が起きてから、早々に日本電機を退職したぜ。形式上は自ら願い出て退職したことになっているけど、実質解雇されたと考えていい。そして夫婦は、離婚という選択をしなかった。数年が経った後に夫婦の間に再び子供を授かり、現在は一男一女の二人の子供が生まれているんだぜ。世間の目を考えて、現在は東京から離れて暮らしているみたいだな。なるほど、そうだったのね。やっぱり、欲にまみれた大人って何をしでかすかわからなくて怖いわね。犠牲になってしまった子供たちがかわいそうでならないわ。その通りだぜ。道を踏み外しそうになった時は感情任せに行動せずに、どんな行動を取るべきかよく考えることが重要だぜ。もう二度とこんな事件、起こってほしくないわね。というわけで、日野OL不倫放火殺人事件、について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。おじいちゃんが目を離した隙に失踪、渋谷美希ちゃん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。行方不明事件って小さいことかも被害に遭うみたいだけど、ああいうのってちゃんと大人が見てれば、防げたりするものなのかしら？極論で言ってしまえばそうだが、どうしても人間である以上、ふとした瞬間に目を離してしまうものだぜ。でも2、3分程度だったら大丈夫なんじゃないの？小さい子なら短い時間でそこまで遠くへはいけないでしょうし。いや、それが霊夢が言ったような、短い時間のうちに失踪してしまった事件もあったんだ。そうなの？ああ、それじゃあ今回は、渋谷美希ちゃん失踪事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず事件の概要から話していくぜ。事件が起きたのは1983年11月1日だった。宮城県川崎町に住んでた当時3歳の渋谷美希ちゃんが失踪したんだぜ。どういう状況でそうなったの？午後4時30分頃、川崎保育所に通ってる、美希ちゃんのところに祖父である清司さんが車で迎えに来た。美希ちゃんの両親は共働きだったため、清司さんが迎えに来るのはいつものことだったんだ。共働きのご家庭だとそういうこともあるわよね。
本来であればそのまままっすぐ家に帰るはずだったんだが、帰宅中に知り合いを見つけた清司さんは、一旦道路脇に車を止めたんだ。そこで車から降りると、田んぼへと降りていってその知り合いと話し始めたぜ。どうしてわざわざ車から降りてまで話しに行ったのかしら。どうやら農作業の打ち合わせをするために降りたらしいぜ。この時、清司さんはミキちゃんに、車の中で待っていてほしいと伝えてたそうだ。まだ3歳だし車の外で自由にさせておくのも不安だし、中で待っていてもらおうって思うでしょうね。ところが知人との話し合いを終えて車へと戻ってみると、ミキちゃんの姿は消えてたんだ。助手席にはミキちゃんの保育園のカバンと帽子が残されてて、助手席のドアが40センチほど開いていた。たった2、3分だったのよね。一人で出ていくにしてもそこまで遠くに行けるとは思えないんだけど、当然清司さんはミキちゃんを探すために、知人と一緒に付近を捜索したんだが、どこにもミキちゃんの姿はなかった。それもあって清司さんは大河原署に通報したんだぜ。まさかそんな短い間にいなくなるなんて思わないものね。でも警察の人たちが調べたなら何かわかったんじゃないの？ああ、ミキちゃんの発見には至らなかったんだが、明らかに怪しいものが発見されたんだ。何が見つかったの？まず最初はミキちゃんが田んぼの水路に転落した可能性を考え、警察犬を出動させて、深夜まで地元住民と一緒に探して回ったんだ。結局水路にはミキちゃんの姿はなかったんだが、代わりに清司さんが車を止めた場所の近くに、6メートルほどのスリップ痕があったんだ。しかも路上からは、ミキちゃんと同じ大型の血痕も発見された。まさかミキちゃんは車の外に出たところを誰かに跳ねられて、そのまま連れて行かれてしまったのかしら。というわけで、ここまでが事件の概要だぜ。これから事件に関係してるものと思われる目撃証言や、その他の事象についても話していくぜ。目撃者がいたのね。ミキちゃんは清司さんの車からいなくなってしまったわけだが、実は話し合いをしてた知人とはまた別の農作業中の女性が、車外に出てるミキちゃんを目撃してるんだ。そうなの？じゃあ何があったのか見たんじゃない？いや、さすがにずっと見てたわけじゃないから、何が起こったのかは見てないらしいんだ。ただ、少なくともその女性が見てた時には、ミキちゃんは車の前に立って清司さんの方を見てたそうだ。周りで遊んでたっていう証言もあるぜ。それを聞く限りだと、ミキちゃんは車外には出てしまったけど、少なくとも車の近くにはいたのね。そしてもう一つ、事件に関係してるものと思われる目撃証言があるぜ。清司さんの車から15メートルほど離れた場所に薄茶色の車が止まってて、車のそばに30歳前後の男女が立ってたみたいなんだ。この場所は、血痕とスリップ痕があった場所の近くだったんだ。その男女は怪しいわね。血痕があった場所の近くで目撃されてるみたいだし、この二人が犯人なんじゃないの？確かにこの男女はかなり怪しいぜ。彼らが乗ってたものと思われる薄茶色の車が400メートル先の路上で、猛スピードで走り去る姿が対向車の運転手によって目撃されてるからな。やっぱり怪しいわね。考えられるのはミキちゃんをうっかり引いてしまって、事件を隠蔽するために車に乗せてそこから立ち去ったっていう流れだけど。ああ、実際に警察もそういう風に考えたらしい。ただ、捜査資料の再検討の結果、交通事故の可能性は低くなり、薄茶色の車の所有者かその関係者が交通事故を装って、計画的にミキちゃんを連れ去ったという可能性が強くなったんだ。じゃあ現場に残されてた血痕とかスリップ痕は、偽装されたものかもしれないってこと？その可能性があるぜ。確かに現場から発見された血痕はミキちゃんと同じ大型のものだったんだが、ミキちゃん本人のものだとは断定されてないんだ。それにスリップ痕もつけようと思えば、決して不可能ではないからな。でも、仮にそれが偽装された証拠だったとしても、薄茶色の車が怪しいのは事実よね？そうだぜ。この車の所有者は判明してて、渋谷家近くの実家に酒を仕入れに来てた飲食店経営の F 氏だったんだ。事件当時は31歳で、ミキちゃんの父親である、タミオさんとも同級生という間柄だった。警察は事情聴取とかはしたの？もちろん何度も事情聴取が行われたぜ。一番疑わしいのはその F 氏だったからな。その結果、彼が使用してた薄茶色の車は事件後に、別の車へと変わったことが明らかになったんだ。しかし事件当時に乗ってた車は、どこに行ったのかはわからないらしい。事件後に車が変わったっていうのは妙ね。事件からどれくらい経ってたかにもよるだろうけど、もう前の車がスクラップにでもなってたら、証拠は見つけられそうにないわね。とはいえ、この X 氏が怪しいのは事実だ。警察もそう考えてたみたいなんだが、結局この男まで行方不明になってしまったんだ。え、もしかして逃げられたんじゃ？こればっかりは何とも言えないな。逃げられてしまったのか、それともまた別の理由でいなくなったのか。その言い方を見るに、F さんには何か行方をくらませる理由があったの？
確証があるわけではないんだが、この件については後で話すぜ。こうして目撃証言や犯人とおぼしき男性などが判明していったわけだが、事件から2日後、渋谷家には無言電話がかかってくるようになってたんだ。こういう行方不明事件ってよく無言電話がかかってくるわよね。発信者が誰だったのかは分かってないの？ああ、無言電話だけじゃなく身代金を要求する電話もかかってきてたんだが、それが犯人本人による電話なのかどうかの確証が持てなかったんだ。事件に便乗した愉快犯の可能性もあったからな。だから特定には至らなかった。確かにミキちゃんが行方不明になってるってニュースになれば、悪意を持ってそういう電話をかけてくる人もいるでしょうね。特に地元の人の中には捜索に協力した人もいたみたいだし、それもあっておそらく犯人は身代金を目的にした、誘拐をしたわけじゃないと思われるぜ。ここまで大胆な犯行をして疑われてる人物まで出てる状況で、電話をかけるなんてリスキーすぎるからな。だけどこのままだと本当に捜査が進みそうにないわね。何か他に関係してそうなものはなかったの？あとは事件とは関係ないかもしれないんだが、事件発生前夜にミキちゃんの様子が、いつもと少し違ってたっていう証言もあるんだぜ。様子がおかしかったの？母親の勝江さんは当時のミキちゃんについて、いつもは寝つくと起きたことなんかないミキが事件の、あった前の晩に限って起きて、足にまとわりついてきて離れなかったんです、と語ってるんだ。ミキちゃんは当時3歳だったみたいだし、偶然虫の居所が悪くてぐずってしまっただけかもしれないけど、翌日に失踪してしまったっていう事実があるから何か勘ぐってしまうわね。もしこのミキちゃんの様子が事件に関係してると仮定すると、もしかするとミキちゃんは犯人と一度遭遇してる可能性があるんだぜ。何か怪しい人と会って、本能的に不安な気持ちになってたのかもしれないわね。もちろんこれはあくまでも憶測だぜ。霊夢が言ってたように、単にぐずってしまっただけという可能性も高いと思われる。虫の知らせって言葉もあるし、考えすぎかもしれないけど変な方向に考えてしまうわね。ミキちゃんの行方は未だに不明なわけだが、実は事件から数年後に放送されたとあるテレビ番組にて、超能力者のジムワトソンが公開調査という形で投資を行ったんだ。その結果ミキちゃんは生きている、二つ隣町の柴田町の、自衛隊駐屯地近くにおり、お母さんには悪いけど、犯人は自分の子供として育てるって言っていると発言してるぜ。超能力関係は迂闊に信じるべきかどうかわからないから、なんとも言えないけど、その発言が事実なら、犯人の目的はミキちゃんを自分の家族にすることだったってことになるわね。ああ、もし本当に二つ隣の町に住んでるとしたら、ミキちゃんは家から外に出てない可能性もあるぜ。捜索のために当時の写真も公開されてるから、見る人が見れば気づきそうだからな。そうよね。遠くの県まで逃げてるならともかく、そんなに近くだったらバレる危険性があるわよね。その後2001年に大河原警察署から、21歳になったミキちゃんの、現在のモンタージュ写真が公開されたんだ。そして翌年の2012年2月には、ミキちゃんの祖父である、清治さんが亡くなってしまったんだ。清治さんの気持ちを考えると辛いわね。あの時車から離れなければ、こんなことにならなかったんじゃないかって考えたでしょうし、自分のすぐそばで起こったわけだからな。ちなみに母親である勝江さんは、6月に撮られた、さくらんぼ狩りの写真や10月に撮られた写真、七五三の時にミキちゃんが着てた服などを、今でも大事に保管してるそうだ。いつミキちゃんが帰ってきてもいいようにな。忘れられるわけがないわよね。自分の大事な娘が誘拐されて、明らかに怪しい痕跡や人物も発見されてるのに、何の進展もないんだから悔しいわよ。ここまで事件に関する様々な点を話してきたわけだが、ここからは事件に関するいくつかの不審な点について話していこうと思うぜ。何か変なところがあるの？ああ、まずミキちゃんが最後に目撃された状況についてだが、覚えてるか？確か近くで農作業をしてた女性が、車の近くに立ってるミキちゃんの姿を目撃してるのよね。そうだ。ミキちゃんは少なくともその段階ではその場所にいた。だが偽装されたものとおぼしき痕跡が発見されたのは、15メートルほど離れた場所だったんだ。ええ、15メートルって言うとそこそこの距離ではあるけど、遮蔽物がなければ普通に目視可能な距離ではあるわね。あれ？でも、だとしたらなんで誰もミキちゃんが、誘拐されたことに気がつかなかったのかしら。不審点の一つがそこなんだ。どうやら当時現場付近では脱穀機が稼働してて、その音によって周囲の音は聞き取りにくい状態だったみたいなんだ。それなら車が猛スピードで走ってきても気がつかないかもしれないわね。確かに車の走行音は聞こえなかったかもしれないが、薄茶色の車は猛スピードで走ってるところを目撃されてるって話だ。当時現場には人が少なかったとはいえ、開けた場所だったんだ。
でも騒音問題になるほどの大きさだったりするんでしょ？当時の状況を完全に再現でもしない限り、どうだったのかはわからないわよ。本当にその音のせいで気づかなかったのかもしれないじゃない。まあそれはその通りだ。ただ、清治さんが知人と話してた時間が、本当に2、3分だったかどうかがちょっと疑わしいんだ。今回この事件を紹介するにあたって色々調べたんだが、事件を取り扱ってるサイトによって知人と話してた時間に差異があるぜ。具体的にはどれくらいの差があるの？長いところだと今回解説した通りに3分なんだが、短いところだと1分30秒だったんだ。もちろんわずか数分ではあるが、明確な時間がわかってないんだぜ。人と話してる時って結構時間感覚が鈍りやすいものね。もしかすると清治さん本人が思ってた以上に、時間が経ってた可能性もゼロではないわね。それと、実はもう一つ不審な点があるんだ。まだあるの？実は事件が起こった宮城県川崎町の住民は、そのほとんどが親類縁者っていう特殊な地域性なんだ。たまに同じ名字の世帯がいくつもある地域ってあるけど、川崎町もそうだったの？ああ、これに関して捜査に関わった関係者が、住民が真実を語らないため、なかなか情報を得ることができず苦労した、と漏らしてるんだ。真実を語りたがらないってどういうこと？これに関しては、どういった聴取が行われたのか不明だから詳細はわからない。だが、この発言が事実だとするなら、地域の一部の人間は、犯人を知ってる可能性があるんだぜ。いくら親類縁者だからってそんなことをするかしら？例えば犯人の家族とかならわかるけど、ただ親戚ってだけだったら、かばう理由なんてないと思うわ。そんなことして自分まで疑われたら嫌だし、すべての地域がそうだというわけじゃないんだが、田舎などの閉鎖的な環境だと外部からの人間に対して、排他的になることがあるんだ。こうした村社会は相互互助的な関係で成り立ってるから、少しでもその環境が崩れることを嫌う傾向にあるとされてるぜ。じゃあ例えば、疑われてた F さんを守るために、みんなで嘘をついてたのかもしれないってこと？そうとは言い切れないんだが、過去に閉鎖的な環境ゆえに、起こった事件がいくつかあるんだ。理由は不明だが、住民が嘘をついたのは捜査関係者の発言が事実なら間違いないぜ。でも一体住民たちはどうして嘘をついたのかしら？子供が失踪して行方不明になってるのに、何か隠さなきゃいけないようなことなんてあるとは思えないんだけど、こればかりは何とも言えないが、真実を言おうとしないせいで、捜査が進展しにくかったっていう背景は、捜査関係者の発言を見るに、可能性があると考えられているぜ。以上が渋谷美希ちゃん失踪事件だぜ。なんだか謎が多い事件って感じがしたわね。疑われてた人まで突然失踪して、犯行は日中に家族のすぐそばで行われたのに情報が少ないし、事件現場の写真を見ても、あの場所で何かしらの事故が起こったら、誰かが気づきやすい立地ではあるんだ。誘拐でなければ美希ちゃんがいなくなる要因は謎が深まるばかりだぜ。警察の人も含めて深夜まで捜査がされたみたいだし、事故とかならもっと他の何かが見つかってそうだしね。この事件は地域住民が嘘をついてる可能性が示唆されてるから、目撃証言もどこまで信じていいのかわからないのが厄介なんだ。謎な部分のある事件だけど、ご家族や亡くなられた清治さんのためにも、美希ちゃんには無事に帰ってきてほしいわ。というわけで、今回は、渋谷美希ちゃん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。美人と評判だった北海道室蘭女子高生、木田あさみさん失踪事件。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。突然だけど、霊夢は室蘭と聞くと何を思い浮かべる？そうね、室蘭といえば、地球岬展望台や白鳥大橋かしら。それ以外だったら私立室蘭水族館ね。北海道最古の水族館らしいから一度行ってみたいのよね。確かに私立室蘭水族館は地元では有名だな。室蘭は観光地として人気だけど、実は今から約20年前、この地で不可解な事件が起きているんだ。それはどんな事件なの？室蘭女子高生失踪事件だぜ。あ、その事件は聞いたことがあるわ。確か今も未解決のままじゃなかったかしら？そうだぜ、この事件は発生から、約20年経つけど現在も解決していないんだ。でも、どんな事件なのか実は詳しくは知らないのよね。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃあ、今回は、室蘭女子高生失踪事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。室蘭女子高生失踪事件は、2001年3月6日に北海道室蘭市に住む、当時16歳の女子高校生、千田あさみさんが、行方不明になった事件なんだ。まずは千田さんがどんな人物だったのか解説していくぜ。お願いします。千田さんは、両親と弟の4人で団地に暮らしていたそうだ。
両親は近所でも評判な勤勉な人だったと言われているぜ。そうなのね。千田さんはどこの高校へ通っていたの？千田さんが通っていたのは北海道立室蘭栄高校だぜ。この高校は北海道内では有名な進学校だったんだ。じゃあ千田さんは勉強ができたのね。そうだぜ。しかも千田さんはクラスの中でも1、2を争うほど成績優秀な生徒だったんだ。すごいわね。私とは大違い。コメントに困るからやめてくれ。しかも千田さんは容姿端麗、性格は真面目で几帳面だったと言われており、事件が発生してから千田さんのことを悪く言う生徒はいなかったそうだ。クラスメイトからも愛されていたんだね。ちなみに千田さんは部活動とかしていたの？それは明らかになっていないけど、アルバイトはしていたぜ。どんなアルバイト？近所のスーパーに入っているパン屋さんだ。千田さんはアルバイトで得たお金でお小遣いを賄っていたそうだ。高校生なのにしっかりしていて、本当に真面目な性格ね。高校時代、当たり前のようにお小遣いをせびっていた私とは大違いだわ。それに成績優秀で容姿端麗。きっと学校では千田さんに好意を持っている男子生徒も多かったんじゃない？クラスメイトの多くは千田さんのことを学校のマドンナ的な人だったと語っているから、おそらくそうだろうな。私もそんな学生生活が遅れていたらな。霊夢、戻ってこい。遠い目をするな。ああ、ごめんごめん。そんな素敵な人柄の千田さんがどうして事件に巻き込まれたのか気になるわ。それじゃあ、次は事件の経緯を解説していくぜ。事件当日、千田さんは通っていた学校が入試を行っていた関係で休みだったんだ。確かに入試の時は学校って休みだね。そのため、千田さんはアルバイト先のパン屋さんの本店で、店のオーナーからコーヒーを入れる講習を受ける予定だったらしい。パン屋のアルバイトでコーヒー講習があるなんて、オーナーはかなり気合が入っているね。それで、千田さんは12時頃に本店に電話をかけ、電話対応した従業員に対して、午後13時過ぎに行きますと伝えているんだ。コーヒーの講習が行われる本店はどこにあるの？本店の場所は、千田さんの自宅からバスで、約30分離れた場所にあったと言われている。結構遠いわね。それじゃあ千田さんは、バスで本店に向かったの？はっきりとはわかっていないけど、千田さんは通学のためにバスの定期券を持っていたから、それを使ってバスで本店まで向かったと考えられているぜ。なるほどね。定期券って便利なのよね。私も学生時代は電車の定期券をフル活用して、しょっちゅう友達と遊びに行っていたわ。そうだな。高校生が出かけるとき、通学の定期券を利用することは多いと思うぜ。話を戻すけど、それから12時25分頃に千田さんは、自宅近くのコンビニに立ち寄った後、道南バス停留所白鳥台中央で、東町ターミナル行きのバスに乗車しているぜ。どうして千田さんが白鳥台中央で、バスに乗車していることがわかるの？それは千田さんがバスに乗る姿を、同じ高校の同級生が見ていたからだ。それは確かなのよね。見間違いの可能性はないの？やけに疑うじゃないか。でも、その心配はないぜ。千田さんはその同級生たちに手を振って答えていたらしいからな。なるほどね。見間違いだったら千田さんが手を振ることなんてないわね。同級生の話では、先に千田さんが手を振ってきたと話しているぜ。つまり、千田さんは手を振った相手が、同級生であることをしっかりと認識していたことになるんだ。そっか、逆に同級生も手を振り返しているということは、見間違いの可能性は限りなく低そうね。その後、12時53分頃に千田さんは予定通り、降りるべき東通りというバス停に到着した。でもなぜかここで下車しなかったんだ。え、じゃあ千田さんはどこでバスから降りたの？13時頃に東通りから3つ先のバス停である、東町2丁目で下車しているぜ。どうして本来降りるべきところで降りなかったんだろうね。それは今でもわかっていないな。ただ、千田さんが東町2丁目で下車したことは間違いないぜ。どうして？東町2丁目で千田さんが下車した時に、道路越しに同級生の男子二人が、千田さんを見つけて挨拶をしているからだ。ここでも同級生が千田さんのことを目撃しているのね。それだったら東町2丁目で下車したことは間違いないね。それから、13時4分頃に千田さんの姿が、スーパームロランサティの化粧品売り場の、防犯カメラで確認されているぜ。サティ内の防犯カメラの映像から、13時26分頃まで千田さんはムロランサティにいたことが明らかとなっている。本店には13時過ぎに行くと伝えていたのに、やけにのんびりしてるわね。それから、13時42分頃に千田さんの PHS に、当時交際していた彼氏から電話が入っていることも判明している。その電話に対して千田さんは、今、下に着いたよと彼氏に伝えているんだ。下っていうのはムロランサティの下の階ってこと？いや、下とは、千田さんが住んでいた地域の、地元住民が繁華街周辺を呼ぶときに使う言葉なんだ。
大阪の北と南みたいな感じだな。なるほどね。また、この時の千田さんの PHS の更新記録によると、アンテナ中継地点は東通り停留所だった。ということは東町2丁目でバスから降りて、室蘭サティに向かったけど、そこから本来バスを降りるべきだった東通りの停留所に戻ったのね。目撃証言はないけど、PHS の更新記録から考えるとその可能性が高いんだ。千田さんが東町2丁目でバスを降車した時間と、PHS の更新記録を考えると、千田さんは歩いて向かったのではなく、再び東町2丁目でバスに乗って東通りで降りた可能性が高いそうだ。そうなると、どうして千田さんは東町2丁目に行ったのかな？本来の目的は、本店で講習を行うことよね？理由はわかっていない。でも彼氏と連絡を取った時、千田さんが東通りにいたことは間違いないそうだ。それから千田さんはどうしたの？13時46分頃に再び彼氏から電話が入っていて、千田さんは今話せないから、後でかけ直すねと伝えたそうだ。この時のアンテナ中継地点も東通り停留所付近だった。じゃあ千田さんはそのまま東通りにいたんだね。コーヒー講習に向かうところだったのかしら？だから、電話も後でかけ直すと伝えたのかもね。だけどこの連絡を最後に、千田さんの行方はわからなくなってしまうんだ。彼氏から最後に連絡を受けた後に何があったのかしら？千田さんが行方不明になったと気づいたタイミングはいつだったの？3月7日だ。両親が自宅に戻らない千田さんのことを心配して、警察に届けたことで事件が発覚した。確かに16歳の少女が連絡なしに帰ってこなかったら両親は心配するよね。それからすぐ、警察は千田さんの捜索を開始したけど、現在まで発見できていないぜ。結局、千田さんは本店には行ってないのよね？オーナーの話では、千田さんは来ていないそうだ。普通、時間になっても来なかったら、心配して千田さんに連絡を取る気もするけど。確かにな。でも本店から千田さんに連絡はしなかったみたいだ。それに関しても多くの謎が残っている。どんな謎なの？早速順番に解説していくぜ。実は、千田さんと同じパン屋に勤める従業員の証言によると、そもそもコーヒー講習自体がなかったと言われているんだ。え、何それ？でも、千田さんは確か電話で13時過ぎに本店に行く旨を伝えていたわよね。そうだ。でもこのコーヒー講習はどの従業員も、聞いたことがなかったらしい。だからアルバイトに必要な研修として、みんなに行われていたわけではないみたいなんだ。じゃあ、コーヒー講習と偽って本店から呼ばれたということ？その可能性は否めないぜ。千田さんを呼び出したのは誰だったのかしら？この講習を行っていた人物は、パン屋のオーナーだったそうだ。そしてこのオーナーは、従業員からの評価があまり良くなかった。え、どういうこと？従業員によるとオーナーは、パートで働いていた。30代後半の既婚女性と不倫したり、若いバイトの女の子に積極的に食事に誘ったりしていたらしいぜ。さらに、オーナーとのトラブルで仕事を辞めた従業員も多かったそうだ。つまり、オーナーは女癖が悪かったんだね。ああ。また事件後に、警察がオーナーを、取り調べした際に判明した当日の行動も不審な点が多いんだぜ。どういうこと？オーナーは千田さんが来ないため、午後13時30分まで待ったが、それでも来ないため、心配になり外に出た。その後体調が悪くなったため自宅で寝ていたと証言しているんだ。心配になって外に出たなら、電話ぐらいしてもいい気がするけどね。この発言で、オーナーに対して警察は疑いの目を向けることとなったぜ。でも確固たる証拠はないのよね。まあな。でもオーナーは、他にも事件に関与したのでは？と疑問を抱かざるを得ない状況が多くあるんだ。え、それについても教えてよ。実はオーナーは女性関係以外にも、警察から疑われる材料を持っている人物だったんだ。女性関係以外？まず、オーナーはパン屋が入っているビルの所有者だった。そうだったんだ。じゃあ結構儲かっていたのかしら？オーナーって、地元では有名な人物だったの？そうだな。週刊誌の情報になるけど、その土地では有名な経営者だったそうだぜ。まあ、有名というのはやり手経営者というわけではなく、女性関係の問題で有名だったみたいだけどな。嬉しくない有名のなり方ね。警察の目が向くのも当然な気がするわ。オーナーは、ビル内の空き室を居住スペースとして、使っていたそうで、警察はこの場所で監禁後に殺害したと疑ったらしい。確かにそう考えると、ビルの所有者である、オーナーが千田さんを連れ去った可能性は十分考えられるわね。警察はすぐさまこのビルの捜査を行ったぜ。何か証拠は出てきたの？いや、徹底的に調べたが千田さんの髪の毛一本見つからず、証拠となるようなものは一切出てこなかったんだ。そうだったんだ。もしかして自宅に隠したとか？自宅もビルと同じく、証拠は出てきていないぜ。
それでも警察はオーナーが怪しいと踏んで、24時間体制で張り込みを続け、徹底的に監視を続けていたらしい。証拠もないのにそこまで疑われるって、おかしくない？オーナーは地元では変人として知られていたらしい。それに後ろめたいことがなければ、たとえ警察が張っていても警戒することはないはずなのに、30分おきに裏口に顔を出して、警察の様子を確認していたそうだ。やましいことがあると思わずにはいられない行動ね。それから事件後に客足が遠のいてパン屋は閉店しているんだけど、この時のオーナーの行動も怪しいんだ。何何？テナントとして貸し出せば家賃収入が見込めるのに、わざわざ費用をかけて店舗を取り壊したんだ。証拠隠滅を図ろうとしていたのかしら？警察は新しいオーナーに許可を取って、銃器を使った捜査を行ったらしいぜ。でもやっぱり、千田さんに関する痕跡は出てこなかった。じゃあ、オーナーは問題がある人物だったものの、事件には関与していないということかしら？そうだとすると、一体千田さんはどこへ行ってしまったんだろうね。この事件に関しては、いろいろな考察が行われているんだ。どんな考察？千田さんは別の国の工作員に拉致されたというものだ。拉致って北朝鮮とか？そうだぜ。過去には横田めぐみさんなど拉致された方がいるからな。それに、ある目撃証言では室蘭市の、伊丹木浜で千田さんによく似た人物がいたと言われているぜ。なるほどね。確かにその目撃証言が本当だったら、拉致の可能性は否定できないわね。また別の説では、千田さんがパン屋のオーナー以外に、誘拐された可能性も考えられている。別の人物って？実は千田さんは、事件が起きる前に、友人などにストーカーの被害に遭っていることを相談していたんだ。そうなの？ストーカーって具体的にはどんな行為をされていたの？千田さんが受けていたストーカー行為は、メールによるものだったらしい。実際に付きまとわれるというところまでは、エスカレートしていなかったそうだ。なるほどね。でも見知らぬ人からメールが来るだけでも十分気持ち悪いわよ。確かにそうだな。だけど友人の中には、一種の、迷惑メールではないかと感じた人もいたそうだ。確かにそういうメールもあるものね。そのあたりって、判断が難しいわね。失踪事件って、たびたび起きているわよね。霊夢は日本で年間どれくらいの失踪事件が起きているか知ってるか？1日2、3件として考えると1000件ぐらいかしら。警察に年間届けられる行方不明者の数は、なんと8万人なんだぜ。ものすごい数ね。決して他人事とは思えない件数だろ。本当にそうね。いつ自分や周りの人が行方不明になっても不思議じゃないわ。統計によると、日本において宝くじで1等を当てるよりも、事件で殺される確率の方が60倍も高いと言われているぜ。高確率だね。全然嬉しくないけど、殺人まで至らなくても、行方不明になる確率はさらに高いんだ。当たり前に日常を生きているけど、事件は身近に潜んでいるんだね。今回の事件はどうだった？本当にいろいろなところで謎が残る事件だったね。今、千田さんはどうしているのかしら？きっとご両親は、毎日千田さんの無事を願っているだろうな。我が子の無事を願わない両親なんていないものね。もう20年以上経過しているから、情報提供の数は、どんどん減っているかもしれないけど、もし何か知っていることがあれば警察に情報を寄せてほしいよな。確かにそうだね。何か千田さんの特徴はないの？失踪当時の身長は153センチぐらいで痩せ型。黒髪のストレートでベージュ色のブレザーと紺色のジーンズ、バーバリーのチェックマフラー、緑色の革靴を身につけていたそうだ。もしこの特徴に当てはまる女性に心当たりがあれば、勇気を出して警察へ連絡してほしいわね。千田さんが無事に戻ってきてくれることを心から願っているわ。そうだな。というわけで今回は、室蘭女子高生失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。事件から19年が経過。不審な白い車と消えた少女、吉川ゆりちゃん行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。呼んでいる胸のどこか奥で。霊夢。突然どうした？千と千尋の神隠しのテーマソングよ。マリサ知らないの？ジブリの名作だぞ、知らないわけないぜ。最近改めて見たんだけど、またハマっちゃってさ。ところで神隠しってなんだっけ？子供が不意に行方不明になって、探しても容易に見つからなかったり、呆然自失の状態で発見された時、それを天狗、迷わし神、隠し神など、超自然的なものに隠されたと考えたものだな。なるほど。千尋は神隠しで不思議な世界をさまよっていたわけね。リアルな世界でも神隠し的な失踪事件は少なくないぜ。21世紀になってからも、代表的な神隠しがいくつかあるからな。詳しく聞かせてくれる？
よし、じゃあ今回は、吉川ゆりちゃん行方不明事件について、紹介していくとするか、それでは、ゆっくりしていってね。それでどんな事件なの？この事件は一般には、泉南郡熊取町小4女児誘拐事件、と呼ばれているんだ。熊取町ってどこにあるの？町名のイメージからすれば、山奥の町みたいに思うかもしれないけれど、熊取町は大阪府泉南地域に位置し、大阪から電車で1時間足らず、人口は約44,000人、町としては、大阪府下で最も人口が多い町だぜ。大阪のベッドタウンって感じかしら。そんな場所で神隠しが起きたの？この事件は、2003年5月20日、午後3時頃に大阪府泉南郡熊取町七山で発生した失踪事件で、大阪府警察による正式な呼称は、泉南郡熊取町における小学生女児に対する未成年者略取誘拐事件、と呼ばれているんだ。気になるわ。簡単に事件の流れを教えて。事件当日、小学4年生の女児吉川ゆりちゃんは、学校行事である社会科見学を終えて、同級生3人と一緒に帰宅していたぜ。この日は普段の授業ではなかったのね。ゆりちゃんの自宅から560メートル離れた地点の交差点で同級生3人と別れ、さらに別の同級生が、彼女の自宅から400メートル離れた地点で、ゆりちゃんを目撃したのを最後に、忽然と姿を消してしまったんだ。目撃情報はないの？ゆりちゃんはいつも自宅から50メートル離れたところにある、バス停の前を通って帰っていたんだけど、同じ頃バス停に停車していた。バスの運転手及び乗客は、ゆりちゃんらしき女児を目撃していないぜ。突然消えちゃったんだ。18時半頃になって、家族がゆりちゃんが帰宅していないことを学校に連絡。その日のうちに付近の住民の協力を得て捜索したものの、現在に至るまで発見につながる有力情報もなく、ゆりちゃんが、当時身につけていたリュックサックや、衣服などの遺留品も発見されていないぜ。本当に忽然と姿を消してしまったわけね。失踪当日、4台の不審車両が目撃されていて、2014年11月には新たな目撃証言もあったんだ。10年以上経ってから新証言があったの。そのことについては後で詳しく話すけど、この事件は捜査特別報奨金の指定事件となっていて、女児の発見や被疑者の検挙につながる情報に対し、300万円の懸賞金がかけられているぜ。いわゆる公的懸賞金制度よね。それだけ目撃証言が少ないってことね。事件当日の経緯をもう少し詳しく教えてくれる？当日の朝、ゆりちゃんはいつもより1時間も早く起きて、身支度をしていたぜ。社会科見学会って遠足みたいなものだもんね。きっと嬉しくて早く起きちゃったんだね。そしていつも通り家を出て、小学校に到着したぜ。ここまでは普通の日常よね。学校から大阪市下水道科学館にバスで出かけ、14時30分頃、小学校へ戻ったぜ。きっと楽しかっただろうね。14時40分頃に普段より30分早く学校を出たけど、いつも待ち合わせて帰る近所のことは帰らないで、同級生3人と帰ったんだ。普段は集団登下校をしていたのかしら。きっと4年生だけが、社会科見学だったんだね。14時57分に七山交差点で、ゆりちゃんは他の3人より60メートル先を歩いていたんだけど、3人と挨拶をして別れたんだ。この交差点から、自宅までは560メートルの距離だぜ。ここから一人になったのね。14時59分頃に一度家に帰って、自転車で遊びに行こうとしていた同級生の男の子 B とすれ違い、遅いねバイバイ、と言われ、ゆりちゃんは笑顔を返したそうだ。すれ違った地点から、自宅まで400メートルの距離だったぜ。この男の子も、警察に何度も何度もいろいろ聞かれただろうね。15時ごろ、男の子 B が目撃した地点から50メートル離れた丁字路で、白色のクラウンに男と小学生くらいの女の子が乗っていたのを、目撃したという目撃証言があり、助手席には白い服を着た女の子がうつむいて座っていたそうだ。この地点は自宅まで350メートル、男の子 B とすれ違った地点からは50メートル先だぜ。でもこのうつむいていた女の子は、ゆりちゃんとは断定はできないわよね。ああ、断定はできないな。この後、いつも通っていた商店の前で、当時と操作用していた男性や商店近くを歩いていた親子は、女の子を見ていないと言っているぜ。顔見知りじゃない限り、こういう目撃証言って当てにならなさそうだよね。いちいち誰が歩いていたなんて、チェックしていないんじゃないかしら。この商店から自宅までの距離は300メートル、男の子 B とすれ違った地点からは100メートル先だぜ。他に目撃情報はなかったの？15時15分から25分の間は、バス停で発車の時間待ちのため、バスは停車していた。そのバスの運転手や乗客たちも、女の子を見ていない。近くの公民館前を通った男性看護師も、女の子を見ていないし、
近所の集会で付近住民が公民館に集まっていたけど、目撃者や声などを聞いたという証言はないんだ。同級生の男の子がゆりちゃんを見た以降は、全く目撃されていないということか。このバス停から自宅までは50メートル、男の子Bとすれ違った地点からは350メートル先だぜ。ちなみに、このバス停は後に廃止されて今はもうないんだ。事件から20年近く経っているからね、世の中も変わっちゃうわよね。17時にはゆりちゃんのお兄さんが、妹が帰ってきていないことに気づくぜ。5月下旬じゃまだまだ明るい時間よね。18時30分、家族や付近の住民でゆりちゃんを探し始めたぜ。この時のご両親の心情をお察しするわ。19時30分頃に警察に通報。その後、誘拐を想定し、警察がゆりちゃん宅に待機していたけれど、電話はかかってこなかったぜ。身代金目的の誘拐ではなかったのね。14時59分に男の子Bとすれ違ってから、自宅までの400メートルの間に連れ去られたと言われていたけど、その100メートル先の商店や通行人には目撃されていないため、商店の近くに行くまでの間にゆりちゃんの身に何かが起きたと考えられ、自動車での連れ去りということで捜査が進められているんだけれど、未だ犯人は見つからず、捜査は進展していないんだ。本当に神隠しにあった感じよね。この事件が報道された時の情報や、警察より発表された捜査状況を少しまとめてみたぜ。それは気になるわね。ゆりちゃんがいつもの下校時刻より30分早く帰っていることから、犯人が特定の女児を狙って、さらったとは考えにくいため、計画的な誘拐ではなかったというのが警察の見解だぜ。確かにそうかもだけど、計画性がない割には、目撃証言も犯人の痕跡もないわよね。ゆりちゃんは性格がおとなしく人見知りをするタイプで、知らない人についていくことは考えにくいということで、顔見知りの人物の車に乗せられたのではないかという視点でも捜査が進められているぜ。でもさ、お母さんが交通事故にあったとか言いくるめて車に乗せたかもしれないわよ。もしそうなら、目撃情報にもある女の子がうつむいていたということも合点がいかない。霊夢の言う通りだな。それなら焦ってつい車に乗っちゃうかもな。でも女の子が無理やり乗せられたとか、または誘われて車に乗った瞬間の目撃証言がないのも事実なんだ。また悲鳴を聞いたというような証言もないぜ。相当口がうまいか、やっぱり顔見知りの犯行も否定できないわね。もちろん、付近に交通事故や転落が起こった形跡はないぜ。そりゃそうだろうね。極めて短時間のうちに女児を連れ去っていることから、自動車だけでなくオートバイでの連れ去りも、視野に入れた捜査をしているらしいな。オートバイは難しいと思うけどな。資格がないから目立つでしょ？リュックも背負ってたわけだし。霊夢、今回は冴えてるな。付近の山林やダムも捜索し、周辺のため池の水も抜いて調べたみたいだけど、何も出てこなかったそうだ。事故の可能性も含めて、相当念入りに捜査したのね。数少ない目撃情報だけど、少し詳しく聞かせて。よし、おさらいしてみよう。事件当日、通学路の付近で10台余りの車が通行していたけど、赤いスポーツカーと白のバンなどの車種が捜査線上に挙げられている。この2台はいずれも、現場近くの路上で駐車されていたことが確認されているぜ。この2台に関しては、止まっていたという目撃情報なわけね。他には黒っぽいセダンが、ゆりちゃんが姿を消す前から、数件の目撃証言があって、現場付近を徘徊していた可能性が指摘されているんだ。可能性はあるけどはっきりしない、ぼんやりとした証言ね。また、ゆりちゃんの消えた15時頃、自宅前をこのセダンらしき車が猛スピードで走り去るところを、近隣住民が目撃しているぜ。ピンとこない気がするわ。それと白色のクラウン、もしくはカムリが、現場近くの路上に止められていて、運転席に、短髪の男、が乗っていたという目撃証言があるぜ。これはかなり具体的よね。2014年11月に出された新たな目撃証言も、車種は不明だけど、白色の乗用車の情報だったみたいだぜ。白い車は圧倒的に多いし、同一の車かは信憑性に欠けるわね。2018年5月、泉佐野署捜査本部は、事件当日の15時頃にゆりちゃんの自宅から、南西に約350メートル離れた定時路で、白色のクラウンに男と小学生くらいの女の子が乗っていたという、新証言を2013年5月に得たことを発表したんだ。やっぱりこれも白いクラウンか。でもさ、10年も経ってから出てくる目撃証言って、どうなのかな。詳細まで覚えているものなの？目撃者によると邪魔な位置に白いクラウンが止まっていて、それを追い越したタクシーの運転手が、ふと白いクラウンを見ると、運転席に座っていた男と目が合い、助手席には白い服を着た女の子がうつむいて座っていたそうだ。
ゆりちゃんは白い服装だったの？事件当時のゆりちゃんは、小学校の制服である白いブラウスを着ていて、服装が一致しているため大阪府警はこの目撃を有力視し、車の女の子は被害女児であると見ているぜ。確かに有力な証言ではあるんだけど、制服ってことは、この地区の女の子は、学校の登下校時、みんな白いブラウスを着ているのよね？まあ、言われてみたらそうだよな。目撃されたクラウンは角張った車体が特徴で、1983年から1990年製の旧型車両で、対象車両は約2300台あり、当時の所有者に事情を聞くなどしているが、有力な情報は得られていないぜ。ほんと気の遠くなるような、地道な捜査よね。ちなみに事件当日から現在に至るまで、どの車も所有者や車種、ナンバーなど、詳細については、どれも特定できていないのが現状だぜ。これじゃ事件解決の糸口さえつかめないわね。ゆりちゃんは自宅近くを通りかかった時に、学校が指定した普段の通学路から外れて、車の通り抜けられない小道を通って帰宅する日もあったそうだ。当日、その道を通った可能性もあるわけか。吉川ゆりちゃんの事件とは直接関係はないんだけど、関連した事件がいくつかあるんだ。あら？どんな事件なの？事件の2ヶ月前の2003年3月にも、熊取町内の小学6年生が下校途中に男に声をかけられ、車に連れ込まれそうになる事件が起きていたことがあったんだ。え？それじゃもっと警戒していてもよかったんじゃ。確かにそうだな。要所要所に府警や教師を配置していたら、事件は未然に防げていたかもな。まあ、同一犯人か否かはわからないけどね。吉川ゆりちゃんの事件から1年2ヶ月経った2004年7月、大阪府堺市に住む無職の男女2名が共謀して、ゆりちゃんの父親に、ゆりちゃんは三重県にいるようだ、会うには金がいる、と偽の捜索話を持ちかけ、交通費、の名目で10万円を騙し取る事件が発生したぜ。これはあまりにも稚拙で、人の弱みにつけ込んだ極めて卑劣な犯行ね。その後、2008年11月までに約470回にわたり、お宅の娘さんを助けたが、救出に費用がかかった、という虚偽の話を持ちかけ、以後、女児の捜索費、救出後の生活費、などの名目で総額約7000万円余りを、騙し取ったことが明らかになったため、同年12月6日に大阪府警が詐欺容疑でこの男女を逮捕したぜ。何それ、許せないわ、お金は戻ってきたの？詐欺犯は騙し取った金を生活費やギャンブルなどでほとんど浪費したそうだ。呆れた、当然罪は受けたのよね？この詐欺事件の裁判が大阪地裁堺支部で行われ、2009年5月22日に、共犯の女に懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡され、同年10月5日に、主犯の男に懲役9年の刑が言い渡されたぜ。なんだかぬるい判決だわ。2010年11月12日には、ネット掲示板にチャンネルに、行方不明になったゆりちゃんを、誘拐し、殺害し、樹海に捨てた、などと、中傷する書き込みの事件が発生したんだ。これもまた卑劣極まりない書き込みだわ。警察は名誉毀損罪の方針で捜査を開始し、2011年2月4日に容疑者の男を名誉毀損容疑で逮捕したぜ。当然の逮捕よね。吉川ゆりちゃんの事件から、今年で19年が経ったけど、事件は未解決のままだぜ。元気ならゆりちゃんも28歳のレディーなのね。事件を風化させないため、事件からちょうど19年経った先日5月20日に、両親たちは情報提供を呼びかけたんだ。それは大切なことよね。大阪中央区難波の繁華街で、父親の吉川長明さんと母親の美和子さん、それに警察官およそ30人が事件の概要が書かれた、チラシ入りのティッシュを配って、情報提供を呼びかけたぜ。警察官たちも呼びかけたのね。近くのビルに設置された大型モニターには、ゆりさんの顔写真や行方不明になった当時の服装などが映し出されたんだ。ビジュアル的にも訴えたのね。例の現場付近で目撃された不審な白い車、トヨタの130系クラウンの所有者について捜査していることにも触れ、大阪府警察本部捜査一課の水船慎太郎警部は、わずかな情報で、捜査が大きく進展することもある。気になっていることがあれば、情報提供をお願いしたい、と話していたぜ。新たな情報が集まることを祈るわ。事件に関する情報は、泉佐野警察署の捜査本部、072-464-1234 で、受け付けてるぜ。ご協力お願いします。というわけで今回は、吉川ゆりちゃん行方不明事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。失踪後に帰宅。テレビでも報道された不可解な失踪、山の下聖火さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、霊夢は、神、
って言葉を普段から使う方か？本当に突然ね。神って、ペーパーのこと？ペーパーじゃなくてゴッドの方だ。なんだ神様の、神、ね。それなら割と使ってるわよ。最近はどういう時に使ったんだ？コンビニでおにぎりを買った時、何も言わなくてもおしぼりがついてきた時に、マジ神って叫んだわ。すごくしょうもないシチュエーションで使ってるんだな。でも神って言葉、最近はいろんなところで使わない？ YouTube の神回とか、神対応とか、推しのアイドルを神って呼んだりもするわよ。そうだな。これは特定の宗教にこだわらない日本人の特徴かもしれないけど、神って言葉は、ある意味すごく便利な言葉として使われているな。どうして急にそんな話をしたの？ちょっと霊夢に聞いてもらいたい話があるんだぜ。とても不可解な事件の話なんだけど、途中のある部分で、神様、というワードが出てくるんだ。不可解な事件？神様？なんだかすごく気になるわ。この未解決事件について霊夢がどう思うのか、見解を聞いてみたいんだ。一体どんな事件なの？わかりやすく教えてちょうだい。それじゃ今日は、千葉県で起きた、山の下聖火さん失踪事件、を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。失踪事件ということは、誰かが行方不明になったってこと？そうなんだ。この事件は、千葉県佐倉市在住の、当時21歳だった女性が突然いなくなったというものだ。マリサはさっき未解決だと言っていたわね。ということはまだ見つかっていないの？そうなんだ。この女性は失踪から4年が経った今も発見されていなくて、家族は気持ちの休まらない日々を送っているんだ。神様、というワードは、どこで出てくるの？それを話す前に、まずは失踪した女性の素性について説明するぜ。この事件はいくつもの不可解な点が出てくるから、順を追って話していくぞ。よろしくお願いします。失踪した女性の名前は、山の下聖火さんと言うんだ。身長161センチ。体重45キログラム。特徴で言うと、下の前歯の目立つところに虫歯があって、右手首には火傷などの傷がある。161センチで45キログラムというと、痩せている方ね。聖火さんは千葉県佐倉市の実家で、母と妹の3人で暮らしていたんだ。失踪したのが2018年なんだが、当時は21歳だ。2022年の現在だと、25歳になってるということね。母親の話によると彼女は発達障害があるんだが、日常生活を送るのには支障がない軽度のものらしいんだぜ。彼女はフードデザイン系の専門学校を出て、週5日、飲食店で働いていたんだ。社会人として普通に働いていたというわけね。そういうことだな。聖火さんは、アニメやゲーム、コスプレに興味があって、そのことは自身のツイッターでも公言しているぜ。あと家ではウサギも飼っていて、小動物も好きだったんだ。私やマリサとも話が合いそうね。内向的で人見知りな性格なんだけど、聖火さんには彼氏もいたんだ。なるほどね。ここまで聞いた感じだと、ごく普通の若者といった印象ね。ところが失踪する数日前に、彼氏とは破局しているんだ。母親の話によると、その時の取り乱し方は、かなりヒステリックで感情的だったそうだぜ。もともと情緒不安定なところもあったのかな？でも、若い頃の失恋は特にショックが大きいし、仕方ない部分もあると思うわ。聖火さん自身についての情報は大体こんな感じだぜ。次は失踪の経緯について説明するぞ。いよいよ本題に入るわけだね。2018年7月4日、この日聖火さんはいつもより少し遅く帰宅したけど、特に変わった様子は見られなかったんだ。そして夜11時頃にはまだ、聖火さんが自分の部屋にいるのを母親が確認している。この時聖火さんは何やら書き物をしていたそうなんだ。書き物？勉強でもしていたのかな？それについては後で説明するぜ。大きく関わってくる内容だからな。なんだか意味深な言い方ね。その後、就寝した母親が明け方にトイレに行った際、再び聖火さんの部屋を確認したんだ。すると、彼女の姿はなかった。家族が寝ている間にいなくなっていたというわけね。それで母親が警察に通報、行方不明事件として捜査されることになったんだ。ちょっと待ってマリサ。夜中にいなくなったと言っても、聖火さんは成人してる社会人よね。どこかへ出かけていると考えるのが普通じゃない？どうしていきなり警察に通報したの？聖火さんの部屋に、遺書のような書き置きが残されていたんだ。その内容が、自殺をほのめかすようなものだったから、すぐさま通報したというわけだな。それがさっき言ってた、書き物だったのかな？はっきりとはわからないけど、そう考えるのが自然だな。その書き置きには、どんなことが書かれていたの？それなんだけど、実はこの事件はここからが本題なんだぜ。ん？どういうこと？書き置きの内容もそうだけど、聖火さんの身の回りについて調べていくにつれ、
その他にも数々の不可解な点が浮かび上がってくるんだ。なんだか怖くなってきたわ。一体、彼女の身に何が起こっていたの？それじゃあここからは、その不可解な点について一つずつ説明していくぜ。まず最初は霊夢も気になっている、部屋に残された書き置きだな。内容の主な部分を読み上げると、勝手にいなくなってごめんね。笑ってくれてありがとう。励ましてくれてありがとう。私は、皆の神様になります。皆の神様になります、か。マリサの言った通り、神様というワードが出てきたわね。確かに、少し唐突で不自然な感じがするわね。その後は、家族に対する謝罪や感謝の気持ちが綴られていたんだ。普通に読み取れば神様というのは、自らの命を絶った後、家族を見守る存在になると解釈できるわ。書き置き以外に何か手がかりは残されていたの？ああ、聖火さんの部屋に残されていたもの。それが不可解な点二つ目だ。彼女の部屋には、スマホ、財布、家の鍵が持ち出されずに残っていたんだ。確認できる範囲では、着替えや下着類も持ち出した様子はなかったみたいだな。万が一、これから命を絶つつもりだったのなら、それらのものを置いていくのも頷けるわね。霊夢の言う通りだな。さらに財布の中には睡眠導入剤を4箱購入したレシートが入っていたんだ。そして彼女のスマホには、睡眠薬自殺、で検索した履歴も残されていたんだぜ。考えたくはないけど、ますますその線が濃厚になってきたわね。でも、最近の睡眠薬は大量に飲んでも命を落とすことはないらしいわよ。何かで読んだことがあるわ。その通りだ。普通に大量摂取しただけではそこまでにならないんだけど、これをアルコールと一緒に服用すると、最悪のケースに至る危険性もあるんだ。そうなのね。もしかすると、睡眠薬自殺、で検索したら、その情報も出てくるかもしれないわね。そうだな。スマホで調べた時に、聖火さんがこのことを知って、追加でアルコールを買うつもりだった可能性もあるぜ。でも、財布は持っていかなかったんでしょ？財布は置いてあったんだけど、貯金箱の中からわずかなお金が抜き出されていたんだ。何それ？どうしてわざわざそんな回りくどいことをしたの？それも不可解な点の一つだな。でも、気になる点は他にもあるんだ。彼女の部屋のカレンダーに、ある予定が書き込まれていたんだ。ある予定？失踪が発覚したのは7月5日なんだけど、カレンダーの7月8日の欄に、10時桜集合、と書かれていたんだ。ちなみに2018年のこの日は日曜日だな。集合ということは、待ち合わせをしていたことになるわね。これはスマホのメモ帳にも記録されていたから、誰かと会う予定だったことは確かだな。謎が深まってきたわね。でも本人のスマホが残っているということは、そこからもっと情報が得られるんじゃない？メモ帳だけじゃなくて、SNS や LINE の履歴なんかも見られるでしょ？霊夢の言う通りなんだぜ。ここからは、ネット上での聖火さんのやり取りを説明していくぜ。彼女のスマホを調べていくと、やはりここでも不可解なことが起こっていたんだ。まだあるのね。この事件、ますます奇妙に思えてきたわ。注目すべきなのは、彼女のツイッターだ。時系列順に内容を紹介するぜ。まずは失踪直前の7月3日。聖火さんは彼氏と思われる人物と、ツイッター上で別れ話のようなやり取りをしている。出てきている単語は抽象的なんだけど、彼女が実際に彼氏と破局したことと照らし合わせると、そう捉えることができるんだぜ。これは書き物をしていた夜の前日ね。流れとしては腑に落ちるわね。そして翌日の7月4日。彼女はこんな内容をツイートしているんだ。とりあえずあれを買いに行こう。こう見るとめっちゃ買い込んだな。まあ、効果はあるだろ。とりあえず時間待つか。これは、睡眠導入剤を買ったことを言っているのかな？レシートの日付がこの日だったことから、おそらくそうだろうな。でも、とりあえず時間待つか。という部分が引っかかるわね。家族が寝静まるのを待つという意味にも解釈できるけど、わざわざ、時間、という言葉を使っているのは、誰かとの待ち合わせのようにも思えるわ。まだ続きがあるんだぜ。この後、時間まで何やってようかな。やり残したことすべてやってみるか、と書き込んでいるんだ。そして彼女の最後のツイートが、これだけ持っていく、となっている。また時間という言葉が出てきたわね。ますます、何か予定があるかのように思えてきたわ。そして、これだけ持っていく、というのは、貯金箱のお金と、睡眠薬のことなのかな？部屋のゴミ箱からは睡眠薬が入っていた箱が見つかっているから、そのように解釈できるな。ドラマか映画で見たことあるんだけど、自殺を考えている人たちが実際に集まって、集団で命を絶つようなこともあるみたいね。私もそういう話は聞いたことがあるぜ。聖火さんが、何かしらのルートでそういった人たちと、連絡を取っていた可能性も捨てきれないな。このツイートの後、彼氏が聖火さんのことを心配する内容を送ってるんだけど、
そこでこのアカウントはブロックされるんだ。彼氏のことを完全に断ち切ったわけね。そして失踪後の7月6日、彼氏がツイッターで、セイカさんの行方を探しているという内容を投稿する。でもこのツイートを最後に、このアカウントも更新がストップしているんだ。心を痛めて更新をやめたのかな？でもせっかく情報を求めたんなら、その後全く手つかずというのも不自然ね。話が前後するんだけど、失踪前に友人と見られる人が彼女のことを心配して、ツイッター上でやり取りをしているぜ。そこでは自殺を思い止まらせるような内容を送っているんだ。心配してくれる友達もいたのね。彼女はやっぱり、普段から精神的に、不安定に見えるところがあったのかもしれないわね。ところが、失踪後に聖火さんのスマホを調べると、なんとその友人のツイッターアカウントを作成した時の確認メールが出てきたんだ。嘘でしょ？ということは、その友人とのやりとりは、聖火さんの自作自演だったってことになるの？その可能性が高いんだぜ。ちなみに彼氏と同様、この友人のアカウントも、聖火さんの失踪後に更新が途絶えているんだ。その流れでいくと、彼氏のツイッターも聖火さんが演じてた可能性が出てくるわよね。そもそも、彼氏が存在していたかどうかも怪しいんじゃないの？ところが、結論から言うと彼氏は実在したんだぜ。事件後に、妹さんと警察が彼氏に事情を聞いているんだ。調べによると、この彼氏は聖火さんの失踪には関係がないとわかったんだ。彼氏がいたことは確かなのね。だとするとツイッターの更新をやめたのは、事件が大きくなって世間から注目されるのを避けるためかもね。確かに、私も彼氏の立場ならそのアカウントは手放すぜ。特定されて変に疑われても嫌だからな。でも友人のアカウントの件は奇妙ね。マリサ、まだ他にもおかしな点はあるの？実はまだあるんだぜ。ここからは残りの気になる点を、まとめて説明するぜ。まだ終わりじゃなかったのね。聖火さんが失踪したおよそ3ヶ月後、地上波のとある報道番組で聖火さんの情報を呼びかけたんだ。そしたら視聴者から、彼女に似た人物を見たという情報が2件寄せられたぜ。目撃情報があったのね。それが本当なら、彼女は生きていたということになるわね。どんな内容だったの？一つ目は、失踪から1ヶ月後の8月に、メイドカフェで男性といるところを見たというもの。二つ目は、9月にハリネズミカフェで働いていた店員が、聖火さんに似ているというものだったんだ。二つの情報の共通点は、どちらも秋葉原にあるお店だったということだな。彼女は確か、アニメやコスプレが好きだったわよね。あとウサギなどの小動物も、秋葉原で名前を変えて働いていた可能性も出てきたわね。そうだな。でもこれらの情報から、解決の糸口につながるようなものは出てきていないんだ。そして、この番組がきっかけで彼女のツイッターアカウントが特定されたりして、世間が一気に注目することになった。聖火さんのツイート内容から、彼女の人物像などに関して様々な憶測も生まれたんだ。中には辛辣なことを言う人たちもいたでしょうね。そうなんだ。聖火さんに対してメンヘラという言葉を使ったり、家族に対して誹謗中傷に近いコメントをする人も大勢いたんだ。家族は本当に心を痛めているというのに、悲しい現実ね。そして失踪から2年以上経って、聖火さんの実家の部屋に変化があったんだ。2年以上経ってから？何か進展があったの？家族の意思で、聖火さんの部屋は失踪当時のまま残されていたんだ。でもある日、壁にかけてあった彼女のコート2枚と帽子2着がなくなっていた。さらに彼女の財布からも、1000円札が1枚減っていることがわかったんだ。衣類と、お金がなくなっていたということね。家族に気づかれないように、聖火さんが取りに来たということなのかな？家族はそう信じて、彼女が自身の無事を伝えに来たんじゃないか、と言っているんだ。最初に言った通り、聖火さんは軽度の発達障害があって、家族に対しても自分の気持ちをうまく伝えられなかったそうなんだ。それで服やお金を取りに来ることで、家族に伝えようとしたと。でも、それならどうして1000円だけ持って行ったりするのかな？財布ごと持って行けばいいような気もするけど。他にも、鍵を持って出なかった聖火さんがどうやって自宅に入ったのかなど、いろいろと疑問は残るよな。それに、部屋に来たのが本当に聖火さん本人なのかも定かではないぜ。結局、ここでも不可解な点しか残らないわね。聖火さんの母親は、次に聖火さんが部屋に戻った時のために、彼女の机にメッセージを残している。そこには、みんな心配しているから、一人で悩まないでほしいという旨が綴られているんだ。家族の気持ちを察すると、本当に心が痛むわ。事件の概要は以上だな。皆の神様になる、と書き残して姿を消した山の下聖火さん。この事件について、霊夢はどう感じた？知れば知るほど、本当に不可解な事件ね。神様というものの定義も人によって違うから、
彼女が本当にどうなろうとしていたのかは、何とでも解釈できるわ。そうだな。実際、彼女の LINE のトーク履歴には、ゲームに関する会話の中で、神様、という言葉がたびたび出てきているんだ。このことから、彼女にとって神というものが、単純に空の上の存在だけではないということだ。自殺願望のある人たちのコミュニティに加わったとも考えられるし、何かの宗教団体に加入した可能性だってあるわ。カレンダーに書かれていた桜集合のメモも、複数人での集合とも考えられるしね。この事件に関しては多くの考察がなされているけど、その中には今霊夢が言ったような説も多く見受けられるんだぜ。いずれにしても、憶測の域を出ないわね。私はとにかく、一刻も早く聖火さんが見つかって、事件が解決することを祈っているわ。今回の話はどうだった？世の中には不思議な失踪事件があるものね。事実は小説よりきなりとは、まさにこういうことだと思ったわ。霊夢も、悩み事があったらまずは私に相談するんだぜ。一人でどこかへ行ったりしちゃダメだからな。大丈夫よ。私はマリサ以外にいくらでも相談相手がいるから、心配無用だわ。というわけで今回は、山の下聖火さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。子煩悩の母親が子供を置いて失踪。闇が深い失踪事件。大分日の出町主婦失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、服にシワがついてるわよ。ちゃんとアイロンかけてる？そういえば忘れてた。この服、洗濯も手洗いだし面倒なんだよな。気持ちはわかるけど、身だしなみはきちんとしなきゃダメよ。そうだな。それにしても、主婦の人ってすごいよな。毎日掃除して洗濯して料理作って、アイロンがけも欠かさないんだから、私は絶対無理だぜ。そうね。あと子供さんがいれば、その世話までこなすんだもの。私もとてもじゃないけど無理。全国の主婦の皆さんには尊敬の気持ちしかないわ。家を守ってくれる大事な存在だよな。誰かが家にいてくれると安心感があるわよね。いつでも帰れば、迎えてくれるんだから。だけど、そんな主婦さんが行方不明になってしまう事件が昔あったんだぜ。子供さんと旦那さんを置いてどこかに行ってしまったんだ。主婦さんが行方不明に？見つかったの？いや、まだだ。けれど、お子さんもいたんでしょ？それなのにどこかに行ってしまうなんて、さらわれたってこと？さらわれたにしても、どうしてさらわれたのか理由がわからないんだ。それに私が知ってる話には、他にも不思議な点がいくつもあったんだぜ。不思議な点？気になるわね。それじゃ大分日の出町主婦失踪事件について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。行方不明事件が起こったのは、2011年午前11時半から15時頃のことだ。場所は大分県日の出町、被害者は三永真紀子さん。当時36歳だった。11時から15時頃？真っ昼間にそんな怪事件が起こったのね。ああ、真紀子さんは自宅からその真っ昼間に失踪したと考えられているんだ。自宅から失踪？それなら自分で家を出て行ったんじゃ？さっきも少し触れたけど、真紀子さんには夫と、当時10歳の長男と7歳の長女がいた。それに彼女の失踪には不思議な点がいくつも残されているんだ。そうだったわね。それではまずは経緯について詳しく聞きたいわ。じゃあ、その日の真紀子さんの足取りを追っていくぜ。まず、2011年9月12日の朝、真紀子さんは体調が優れなかったらしく、子供たちが学校に行くための支度が遅れてしまったことから、車で子供たちを学校に送っていったんだそうだ。朝から調子が悪かったのね。それなのに車で送っていくなんて、やっぱり主婦さんはすごいわね。そうだな。自分より子供のことを第一に考えているんだろうな。だが午前9時45分、学校から長女の歯が欠けてしまったので、迎えに来てほしいと連絡があったんだ。歯が欠ける。乱闘でもしたのかしら。それについての記録は残っていないんだが、ともかくそれで真紀子さんは、午前10時過ぎに、最寄りの歯科医院へと長女を連れて行ったそうだ。お母さんも行ったり来たりで大変ね。長女の治療が終わると、真紀子さんは一度スーパーに立ち寄ったらしい。11時20分頃の防犯カメラに、真紀子さんと長女、二人の姿が映っている。11時20分にはまだ無事だったことが、これで確認されているのね。そういうことになるな。それで、11時半頃に長女を再び小学校へと送った時、真紀子さんは長女に、めまいがするから家で寝ている。終わったら電話して、と伝えたそうなんだ。じゃあこの後はまっすぐ家に帰ったのかしら？長女に病院に行くと話していたという説もあるんだが、病院で診察を受けた事実は確認されていないんだ。携帯電話は布団のそばに置かれていたし、家の布団で寝ていたんじゃないかと、考えられているんだぜ。じゃあ長女を送った後は多分すぐに家に帰ったのね。
そういうことになるな。だが午後3時頃、長女が帰宅すると、玄関の鍵は開いていて、マチコさんはどこにもいなかったんだ。マチコさんはとても慎重な性格で、家の中にいる時にも必ず鍵を閉めていた。いつも家で待っているはずのマチコさんがいないことを心配した長女は、父親と祖母に電話をかけ、マチコさんの不在を伝えたらしい。いつもはかけられていたはずなのに、その日に限ってかかっていなかった鍵。長女が違和感を覚えるのも無理ないわね。マチコさんの車は家に置かれていて、長女を送った後に一度は帰宅していたと、見られているんだ。じゃあ、本当に自宅から煙みたいに消えてしまったってことなのね。そういうことになるな。車がなくなっていれば彼女自身が家出したんだってすぐにわかるけど、置きっぱなしならその線は薄いかもしれないわね。そうなんだぜ。マチコさんが暮らしていた場所は交通の便が悪く、隣の家まで150メートルも離れているような片田舎だったんだ。どこに行くにしても、車がないと困る場所だったんだぜ。そしてそれ以降、2022年現在までマチコさんの行方はわかっていないんだ。本当に、どこに行ってしまったのかしら。それで、彼女の失踪に関する不思議な点って何なの？一番の謎は、なくなっていたものだな。マチコさんが普段使っている、モノトーン色のポーチ、自宅の鍵、車の鍵、財布等が入っていたバッグが家からは消えていたんだ。ほうほう、でもそれなら、まだ自分から消えたって説も捨てきれないんじゃ？確かにバッグの中には保険証やクレジットカードも入っていたからな。だが消えたもので謎なものはここからだ。マチコさんが使っていた白い枕、長女のバスタオル、水色のビーチサンダルもなくなっていたんだぜ。枕とタオルとサンダル。それは確かに謎ね。家出するなら、そんなものいらないものね。サンダルは、マチコさんが愛用していたものらしいんだが、ちなみに、携帯電話や着替え類は自宅に置きっぱなしだったんだ。家出するなら携帯電話は普通持っていくわよね。本当になくなったものとなくなっていないものが意味不明だわ。それに部屋には一切荒らされた痕跡がないんだぜ。彼女の行方不明に関しての可能性は二つ。誰かに連れ去られたか、あるいは自発的な失踪か。どっちの方が可能性が高いのかしら？財布がなくなっているとはいえ、よくわからないものもなくなっているし、これまでの状況を総合すれば、誰かに連れ去られた可能性の方が高いと考えられているぜ。やっぱり、そっちかしら。怖いわね。失踪後も保険証やキャッシュカード、クレジットカードなど、消えたものが使われた痕跡はなかったんだぜ。自分の意思でいなくなったのなら、それらを使うはずだものね。旦那さんの話によると、財布の中には、数千円程度しか入っていなかったらしいんだ。それもあって、連れ去られた可能性も少なくないんだぜ。そうなのね。確かに家出なら、どこかでお金を調達しなければいけないものね。自宅内の詳しい鑑識は行われなかったそうだが、警察犬が一度動員されたらしい。だが、玄関から行方を見失ったと言われている。玄関から？つまりどういうこと？何者かに家先に止めてあった車で連れ去られた、とも考えられているぜ。怖いわね。マチコさんは友人たちの間では子煩悩として知られていて、失踪のつい3日前まで、仲間たちでカラオケで盛り上がったりもしていた。その時に不審な様子はなかったし、近々予定されていた小学校の運動会や、親戚の結婚式、自分の誕生日も楽しみにしていたらしい。自分からいなくなる理由がないのね。失踪から約1ヶ月後、自宅に女性の声で、助けてと一言だけ告げる電話が、かかってきたことがあったんだが、これは本人によるものか、いたずらなのかはっきりしないんだ。いたずらだとしたら、随分と悪趣味ね。旦那さんは、メディアの取材にも積極的に応じていて、妻が何かしらの事件に巻き込まれた、連れ去られたと思っていますと、事件の真相解明を訴え続け、ブログや SNS に情報を求める、窓口を開設していたんだ。そこでマチコさんの特徴についても詳しく書いていたので紹介するぜ。マチコさんは身長152から153センチ、体重が43から45キロの小柄で、痩せ型の体型らしい。髪は当時肩より長めで天然パーマが強く、毛先がくるんと巻いた感じらしい。声は年齢よりも低く感じるような高めの声、普段は髪は後ろで、一つに束ねていることが多いらしい。今ではだいぶ姿も変わってしまっているだろうから、この情報じゃ見つけるのは難しいかもしれないわね。だが、誰かに連れ去られたとしても妙な点が残るんだ。部屋が荒らされた形跡がないというのがその最たるものだな。クレジットカードやキャッシュカードだって、使わないでいようと思えば、使わずに済むし。妙な点って、一体何なの？旦那さんや知り合いの人たちは思い当たる節がないと言っているが、不倫相手との駆け落ち、なんてのも想像できてしまうんだ。なるほど。そういう考え方もあるわけね。
警察は事件と断定するに足る証拠が見つからないから、主婦の自発的失踪として対処してしまったんだぜ。結局自分自身でいなくなった、と警察は判断したのね。だがもちろん、彼女が連れ去られた可能性だって否定できないぜ。携帯電話を置いていったのは居場所の特定を防ぐためで、枕とバスタオルは指紋などの証拠がついてしまったためとも考えられるんだ。本当に不可解な事件ね。けれどとりあえずわかるのは、金品狙いの、誘拐や強盗じゃなかったってことね。それならクレジットカードか、キャッシュカードを使っているはずだもの。そうだな。誘拐されたにしても相手からの要求もなく、目的がわからない。旦那さんは、今も奥さんを探しているのかしら？いや、それがその後旦那さんの、ブログやアカウントは一部削除されていて、行方不明者捜索サイトからも名前が消されているんだ。ブログには旦那さんやまちこさんへの、誹謗中傷コメントが相次いで、書き込まれていたそうだぜ。どうして被害者の人たちを誹謗中傷するわけ？旦那さんがブログの記事を削除する前に、警察の本格的捜査にも、繋がらずいつまでも現状のまま情報募集を続けてもいられない。妻の免許更新が行われないようであれば捜索アカウントを消すと、いう旨のコメントがあったらしい。それも含めて、捜索を断念した旦那さんに対し、駆け落ちしていたすでに帰ってきたなどの、疑いが向けられたんだが、あくまでもそれらは噂の域で、まちこさんは現在も行方不明のままだと言われている。旦那さんの心中を察すると、とても辛くなるわね。残されたお子さんたちも、寂しい思いをしているでしょうね。さて、ここまで主婦失踪事件について紹介してきたが、実はこの日の出町では、他にも不可解な事件が起こっているんだ。日の出町は人口2万8000人ほどののどかな海沿いの町だが、実はまちこさんが失踪した日の翌日に、同じ町内で2歳の女の子が行方不明になる事件が起きているんだ。翌日に？それってタイムリーすぎない。しかもこの女の子がいなくなったのは、まちこさんが廃車の帰りに寄った、スーパーなんだ。場所も近いのね。これは何か関係している、と思ってしまうわ。旦那さんの証言では妻とこの女の子に面識はないそうだが、近くに住んでいた以上、もしかしたら顔見知りだった可能性も拭えない。さらに、この事件が発生する約3ヶ月前、80代の老夫婦が自宅で不審死しているのを発見されたんだぜ。同じ町で3ヶ月の間に不可解な事件が3件も起こっているのね。なんだか不気味だわ。だが、これらの事件には顛末があるんだ。まず女児失踪事件から経緯を説明するぜ。事件が起こったのは9月13日45分頃、34歳の主婦が駐車場に車を止めて、わずか5分ほどの買い物をしている間に、車内に残していた女児がいなくなった、と店員と近隣を捜索することから始まった。2歳の子が突然消えたら、それは焦るわよね。母親の話では、女児の足は筋力不足で自立歩行ができなかったらしい。だから余計に慌てただろうな。ちょっと買い物するだけだから、と置いていったらとんでもないことになってしまったのね。14時頃には母親は、110番して娘の行方不明を訴えた。女児は身長約90センチ、体重約12キロ。女児が乗っていた白のワゴン車は、店舗の出入り口から20メートルほど離れた、一角に駐車されていた。店内には10台の防犯カメラがあったが、駐車場の向きには設置されていなかったんだ。それはまた運が悪かったわね。けれど、車の中にいたなら、鍵がかかっていたんじゃ？それが母親はすぐ買い物を済ませるつもりだったから、鍵を施錠していなかったんだぜ。エンジンをかけてエアコンもつけっぱなし、後頭部座席に設置していた。チャイルドシートのベルトはロックしていなかった。そうだったのね。それはお母さん、きっと後悔してもしきれないでしょうね。スーパーは駅から約200メートルの場所に位置し、交通量も多いところにあった。だから母親も油断したのかもしれないな。母親が入店するときに行き違いに店を出たタクシー運転手がいるんだが、彼の証言では当時駐車場には2、3台の車が止まっていて、一人が荷物を積んでいたが、変わった様子はなかった、とのことだったぜ。警察が防犯カメラの映像を確認してみると、母親が店の中にいたのは実質3分ほどだったらしい。9月15日に日の出警察署は、緊急性が高い事案として公開捜査に踏み切ったんだぜ。女児の服装は、ピンク色に大きなハートマークがあしらわれた T シャツ、黒地に赤白のチェック柄のスカートという姿だった。たった3分の間に白昼堂々誘拐をする人がいるなんて。さらに高齢夫婦の不審死についてだが、これはまちこさん失踪より、2ヶ月半前の6月27日に夫婦の自宅で起こっていた。不審死って一体どんな亡くなり方をしていたの？28日に行われた司法解剖の結果、86歳の夫の死因は腹部一箇所、内臓に届くほど深く刺されたことによる失血死、
84歳の妻は、背中1箇所に浅い刺し傷があったが死因は特定されず、また二人に抵抗した痕跡は見られなかった。警察はこのことから、この事件を殺人事件と断定した。発見時にはすでに4、5日ほど経過していて、連日30度近い猛暑が、続いていたこともあって、身元特定が困難なほど腐敗が進んでいた。それは凄惨な現場ね。一体誰が見つけたのかしら？夫婦の姿が見えないことを不審に思った親戚が連絡を取って、27日の19時頃に近くに住む長男長女別の親族女性の、3人が高齢夫婦の家を訪問したそうだ。この時玄関勝手口とも施錠されており、1階の周囲は雨よけの引き戸も閉められて、室内が見えない状態だったそうだぜ。3人は敷地内にあった置き鍵を使用して、勝手口から部屋に入った。それで、遺体を見つけてしまったというわけなのね。夫の方は1階の書斎テーブルに寄りかかるように、女性はテーブル脇の床に、うつ伏せで倒れている姿で発見されたんだぜ。現場は2階高窓が解錠されていたものの、人が出入りした形跡はなかった。つまり、実質的には密室状態だったわけね。そういうことになるんだ。二人の着ていたものは、普段日中に着ているものと同じで、新聞受けには25日以降の新聞が溜まっていたことから、24日の日中に殺害された可能性が高いとされているぜ。凶器なんかは見つかっているの？あと犯人の心当たりとかは？凶器は現場からは発見されなかった。近隣の住民はとにかく真面目で人当たりのいい人、トラブルの話は聞いたことがないと証言しているが、室内が荒らされた様子もないことから、顔見知りによる犯行か、怨恨による他殺の可能性が考えられているぜ。どっちにしても怖いわね。普段平穏な小さな町の、半径 1.5 キロという狭い範囲で、3ヶ月の間に、立て続けに3件もの大事件が発生したことで、当時マスコミは相当騒ぎ立てたそうだ。これらの事件は結局解決していないわけ？いや、それが後に紹介した2つの事件については解決に近づいているぜ。そうなの？聞かせてよ。まず女児失踪事件についてだが、失踪から約5ヶ月後の2012年2月5日、女児の母親の江本優子さんが夫に付き添われて出頭し、死体遺棄容疑で逮捕されたんだぜ。つまり、お母さんが娘を殺害してしまったっていうこと？いや、母親は私は殺していない。娘が自宅で死んでいるのを発見し、動揺して隠してしまったと証言している。女児連れ去りの通報は虚偽と認め、彼女の供述によりスーパーから約 3.5 キロ、自宅から約3キロ離れた日の出町大神の、雑木林の地表近くで、女児の骨は発見された。お母さんは殺していないと言っているけれど、本当かどうかは怪しいわね。けれどどうしてそんなことになってしまったのかしら。江本優子さんの夫はフェリー会社に勤務しており、家を空けることが多かった。さらに小学校1年生の長男は軽度の情緒障害を抱えていて、学校への送迎や夫の不在中の2児の世話は母親一人で行っていたそうだ。動き回る男の子と動けない女の子の面倒を、見なければならないことに疲れたのではないかと、言われているが、周囲の人によると、育児には熱心で、虐待や育児の色褪せの兆候は見られなかったらしいんだ。女児は亡くなっていたことは分かったけれど、殺害されたのか、それとも本当に殺していないのかは分からないということね。そういうことだ。母親は不眠や食欲不振を、5日の朝に夫に指摘され、遺棄を告白したらしい。2012年の4月18日に公判が開始、5月29日の判決審で、刑事責任は重いが、結果的に自白して家族に謝罪し、反省しているとして、母親に懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡している。これも謎の多い事件ね。なんだかモヤモヤするわ。続いて高齢夫婦殺害についてだが、この事件の捜査本部は110人体制で、現場調査や人間関係の洗い出しに奔走した。しかし容疑者の特定は難航した。2011年12月半ばに見つかっていない凶器の発見を目的として、夫婦宅の南側東側にある2箇所の、ため池の水を抜く大規模捜索が行われた。3日にわたって熱心な捜索が続けられたものの、凶器らしいものは発見されなかった。消えた犯人と凶器ね。まるで何かのドラマみたい。だが、実際に起きたことだ。捜査本部は第三者による犯行の手がかりをつかむことが、できなかったため、事件そのものの見立てを、180度変換させたんだ。180度変換って、つまり第三者が殺害したんじゃないと、仮定することにしたの？ああ、夫の傷の状況から失血死するまで、数時間存命だった可能性があること、死亡推定時刻に妻とは半日から数日程度のズレがあることから、夫が妻を殺害後に自殺した無理心中事件との見解に至ったんだ。それ、動機はあるの？
2011年3月に妻は大病を患って手術を受けていて、夫が家事や介護を行っていた。しかし、夫は自らも重い病気を抱えていたから、介護疲れや先行きへの不安から無理心中に至ったのではないかと言われているぜ。そして2013年4月23日に、夫を容疑者死亡として、大分地裁に書類送検したんだ。なるほど、殺害する動機は一応あったっていうわけね。だがそうすると、夫は死ぬまでの間に、凶器を処分しなければならなかったことになり、果たしてそんなことが本当に可能だったかは謎なんだ。わかっていることは他殺か自殺かわからないと、凶器は発見できなかった、ということだけだから、この結論については疑問の余地が残るがな。なるほど、じゃあ主婦失踪事件以外の、残りの2つの事件は、一応の決着はついているのね。最初はこの3つの事件に関係が、あるのではないかと疑われていたことから、女児失踪事件と高齢夫婦不審死事件についても紹介したぜ。だが、自発的に家出したとして、一人で家出したのかそれとも駆け落ちなのか、精神疾患による心神喪失という可能性もあるんだ。また計画的な誘拐かもしれないし、突発的な犯行かもしれない。マチコさんの旦那さんを疑う声もあったが、もし旦那さんが失踪に関わっていれば、あんなに熱心に何年も捜索するはずがないとも言われている。また、お子さんたちは母親の失踪を、祖父母の家に移り転校したらしい。旦那さんは一体どうしていたの？旦那さんは元の家で、しばらく妻の帰りを待ち続けていたそうだぜ。マチコさんの家族が、この失踪によって、とても辛い思いをしたことは間違いないわね。マチコさんの無事とご帰還、それからご家族の安寧を祈ることしかできないぜ。さて、今回は大分日の出町主婦失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。ホテルにいた全員が容疑者となった事件、第一ホテル殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今度映画を見に行かない？ああ、いいぜ何か見たい作品でもあるのか？ええ、ホテルの一室で起こった殺人事件を、名探偵は解決できるのか？という内容の映画なのよ。なるほど、ホテルの一室で事件か。そういえば、昔にそういう事件があったような。最近ではホテルで殺人事件ってよく起こるイメージがあるわよ。ああ、でも昔はそうじゃなかったんだ。被害者の裏の顔も相まって、かなりセンセーショナルに報道された事件があったんだぜ。そうなの？詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は、第一ホテル殺人事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1972年6月26日に東京都港区新橋にある、第一ホテル新館304号室で、女性が殺害されているのが発見された。殺害されたのは、熊本県八代市に住んでいる、司会した庭木絹子さん37歳。彼女は発見当時、全裸の状態で死因は絞殺による窒息死で、遺体を調べた結果、彼女の体内から精液が検出されたんだ。命を奪われた挙句、強姦までされていたのね。当時はホテルでの殺人事件というのが珍しかったこともあって、かなり世間を騒がせた事件なんだ。今はホテルでの事件ってちらほら見かけるけど、当時はそうじゃなかったのね。この事件は、多くの関係者に事情聴取を行っているが、一向に犯人がわからず、現在も未解決のままとなっているんだ。事件が起こる数日前、谷脇さんは熊本市の友人二人と、日本歯科医師会の講習会に出席するために上京していた。熊本からはるばる東京へ来ていたのね、勉強熱心だわ。ああ、谷脇さんは毎月、この二人の友人と上京していたらしいぜ。三人は事件が発覚する前日、25日に講習会に参加した後、有楽町のガード下にある焼き鳥屋で酒を飲み、夕食をとったんだ。そうして楽しい時間を過ごしていたところ、谷脇さんは午後7時半頃に、気分が悪くなった、と言って先にホテルへと戻っていったという。ホテルへ向かったのは彼女一人？そうだ。そして翌朝、友人二人と、約束した時間になっても谷脇さんは現れなかった。心配した友人たちはホテルの従業員に頼んで、彼女の部屋の鍵を開けてもらったんだ。彼らの目に飛び込んできたのは、全裸の上に下着をかぶせられた谷脇さんの遺体だった。じゃあ、犯行時刻は、25日の夜から26日の早朝くらいってことになるわね。遺体を調べたところ、彼女は死亡後に犯人によって、乱暴されていたことが分かった。その体内に残った精液を調べて、犯人の血液型が O 型であることが分かったんだぜ。なんてひどいことをするのかしら。でも、体液が遺体に残っていたなら、犯人特定も可能になりそうね。そうだな。
その上、彼女のカバンからは現金が抜き取られており、そのカバンの金具からは、犯人のものと思われる指紋が検出されている。またホテルに不審人物などの目撃情報がなかったことや、谷脇さんが犯人を部屋へ招き入れた可能性を踏まえて、警察はこの事件を、顔見知りによる犯行、と目星をつけて捜査を開始した。まずは彼女の交友関係から洗っていくことにしたんだぜ。まず最初に犯行を疑われたのは、事件の前日に谷脇さんと行動を共にしていた、友人二人の A さんと B さんだ。特にそのうちの一人、A さんに疑いの目が集中したという。なぜ二人の友人のうち A さんが疑われたの？事件前日に焼き鳥屋で谷脇さんが、気分が悪い、とホテルに帰った後、残された二人は映画を見に行ったそうなんだ。しかし午後8時半頃になると、A さんもまた、気分が悪い、とホテルに帰って行ったんだ。つまり、A さんには犯行が可能だったんじゃないかってことね。そういうことだ。A さんはホテルに帰った後は部屋で、雑誌を読んで過ごしていたというが、アリバイはなかった。そこで彼の血液型を調べてみたんだが、A さんの血液型は B 型だったため、犯人ではないと結論付けられた。彼ではなかったということは、B さんの血液型はどうだったの？彼も警察による調査の結果、犯人の血液型とは一致しなかったため、犯人ではないとされているぜ。二人の友人が犯人ではないとなると、容疑者は誰になるのかしら？事件当時はホテルのロビーには宿泊客や従業員、ガードマンなどがいたが、誰も不審な人物を見ていないそうだ。しかし谷脇さんが宿泊していた部屋の隣と、真下の部屋に宿泊していた客が、谷脇さんの部屋から、助けて、という叫び声や、うめき声を聞いたと証言しているぞ。明らかに非常事態じゃない。誰もフロントに報告しなかったの？どうやら声を聞いた人は、ホテルという場所柄、男女間のプレイの一種、なんじゃないかと思ったみたいなんだ。ああ、なるほどね。勘違いかもしれないって思っちゃったのね。実際には事件が起こっていたわけで、通報するのが正解だったんだが、ためらってしまう気持ちもわかるよな。確かに谷脇さんの声以外に何も聞こえなかったら、その、男女間のプレイ、だと勘違いしてもおかしくないわね。それにしても、谷脇さんが犯人に部屋へ入られた際に、声を上げなかったのは不自然じゃないかしら。だから谷脇さんが部屋に入れてもおかしくない、顔見知りの犯行だと思われていたんだ。でも、顔見知りはすでに容疑者から外れてるわ。犯人は一体誰なのかしら。しかし今度は、捜査を続けていくうちに、谷脇さんが嘘をついていたことが判明した。谷脇さんが嘘？上京した際、彼女は同行した二人の友人に、24日夜から25日朝まではおばの家に行く、と話していた。しかし実際は、東京中央区の歯科医 C さんと、会っていたことが分かったんだ。谷脇さんと C さんの関係は？いわゆる不倫相手だな。C さんは九州歯科大学で谷脇さんの2年先輩だった人物で、数年前から付き合いがあったみたいなんだ。谷脇さんにも C さんにも家庭があったという。谷脇さんは、周りに嘘をついて C さんと何をしていたのかしら？谷脇さんは二人の友人より一足先に東京へ向かい、第一ホテルのロビーで C さんと落ち合っている。そして24日午後6時頃から、六本木にある高級レストランで一緒に食事を楽しんだという。C さんによると、午前0時頃に谷脇さんをホテルへ送り届けたそうだ。え、でも彼女は講習会に参加するために、上京したんじゃなかったの？本当は C さんと会うためだったの？表向きは講習会だ。今回以外にも、約1ヶ月に1回程度仕事を理由にして、上京していたみたいだぜ。しかし、実際には講習会にも出席していたから、仕事というのが完全に口実だったわけじゃないだろう。だが、彼女が東京へ行って、毎回のように夜遊び歩いていたのも事実のようだ。勤勉な女医の裏の顔ってわけね。実際に谷脇さんのスーツケースからは、派手なドレスやダンスシューズなどが見つかっている。谷脇さんは東京へ行く際、C さんと密会するだけでなくて、夜にダンスホールを遊び歩いていたこともあったという。講習会のついでに遊ぶ気でいたってことなのね。彼女は普段から丈の短いスカートや、流行ファッションに身を包み、周囲からは、女王様、と呼ばれていたようだ。それはさぞ気分が良かったでしょうね。夜の東京で遊び歩くことが彼女にとって癒しだったのかしら。そうだな。毎月東京へ講習会に出かけるとなると、旅費は全部ゴミで10万円を超えることになる。そこまでして毎月東京へ行く理由が彼女にはあったんだろう。でも、毎月多くのお金を使ってまで東京へ行く。谷脇さんに対して、夫は何も思わなかったのかしら。彼女の夫は、彼女の行動について、努力家で趣味は仕事だけだった。知識や技術の進歩に遅れないために東京へ出かけていた、と語っているぜ。
つまり、本当に毎月講習会のためだけに東京へ行っていると信じて、疑わなかったのね。そういうことになるな。ところで、事件前に谷脇さんと会っていた。C さんも顔見知りってことでしょ。容疑者として申し分ないんじゃない？ああ。警察は谷脇さんと C さんの関係を知って、殺害の動機は地上のもつれである。可能性も視野に入れたはずだ。それを悟ったのか、C さんは自分に、捜査の手が伸びる前に自ら警察に出頭してきた。出頭？もしかして、C さんが犯人だったの？いや、そうではなく身の潔白を主張するためだぜ。C さんには奥さんと子供がいるから、自宅に警察が来たら騒ぎになってしまうと思って、自分から警察に行くことにしたそうだ。なるほど、周りに知られるくらいなら、自ら出向くってわけね。当然、C さんも血液検査をしたんでしょ？もちろんだ。C さんについても血液型の鑑定は行われた。だが、C さんの血液型も犯人のものと、一致しなかったんだぜ。C さんも違うの？これじゃあ犯人がわからないわ。この事件は女性の歯科医師が、夫がいるにもかかわらず不倫関係を結んで、その上、何者かに殺害されたとして、かなりセンセーショナルに報道されたようだ。みんなゴシップには敏感だものね。無理もないわ。犯人と思われる知人が全員容疑者から外れたことで、警察の捜査も手詰まりかと思われた。しかし、まだ容疑者と思える人物は、他にもたくさんいたんだ。たくさん？私は思い浮かばないわね。事件当日にホテルで勤務していた従業員と、ガードマンだぜ。え、従業員まで疑われるの？さっき言った通り、谷脇さんは犯人が部屋に入ってきた時に、大声を出したり騒いだりしていない。あ、何かしらの口実をつけて従業員が、部屋へ訪れても谷脇さんは警戒しなかっただろうってこと？そうだ。だから事件当日にホテルにいた従業員全員と、宿泊客も捜査の対象となったんだぜ。ホテルの従業員ってすごい数になりそうね。新たな事実は分かったの？いや、この捜査が行われたのは、事件発生からおよそ1年後だったためか、事件解決につながるような情報を入手することは、できなかったようだぜ。それに事件当時は、容疑者を顔見知りに限定して、捜査していたため、それ以外の可能性を探る捜査を全くと言っていいほどしていなかった。確かに1年も経っていれば記憶も風化するわね。初見では顔見知りの犯行以外に、ほぼありえないような状況だったからな。捜査が遅れたために事件当日のことを、細かく覚えている人も少なく、さらに警察が全員の当時の行動を追い切れずに、犯人を特定することができなかったという。あ、ホテルなら防犯カメラとかが設置されてたんじゃない？カメラの解析は行われたの？当時のホテルは、従業員とガードマンがいれば安全が守れると、思われていたため、防犯カメラはあまり普及していなかったようだ。実際にホテルで事件なんて前代未聞だったからな。あら、じゃあ映像にも残っていないのね。そしてこの事件は日数が経ちすぎているのと、証拠が乏しすぎることで迷宮入りしてしまい、未解決となってしまったんだぜ。この事件は解決できないのかと思われていたが、なんと事件から5年後に、新たな容疑者候補が、浮上することになった。え、誰かしら？事件に関係していたとみられる重要参考人として、新たに急浮上したのは、東京の医師大学の元教授の D という人物だ。読売新聞と産経新聞が報じたんだぜ。マスコミによる情報なのね。ああ。だが、彼が事件に関わっていたという、根拠はなかった。じゃあなぜ彼が容疑者にされたのよ？この情報は、D から結婚詐欺の被害を受けた人が、D の居場所を突き止めるために、マスコミに垂れ込んだ嘘の密告だったんだ。何よそれ、人騒がせね。そうだな。事件を利用するのは良くないぜ。結婚詐欺に被害に遭われたのはお気の毒だけど、期待させられたご遺族の気持ちも考えてほしいものだわ。そして結局、その後も事件に関しては、何の進展もなかったぜ。結局、有力な手がかりは何も得られていないままなのね。ああ、当時はホテルで事件が起こるなんて、考えられていなかったから、警備も手薄だった。その穴を突かれたかのような事件だぜ。望みは薄いかもしれないけど、今からでも犯人が捕まってくれることを祈るわ。というわけで、今回は、第一ホテル殺人事件、を紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。家に勝手に侵入放火。助けを求めるも間に合わず、犯人も不明、大洲市、長浜町女性放火殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ聞いて、この前料理をしていたら袖口が燃えてしまったのよ。それは危なかったな。どうやって切り抜けたんだ？幸い、まだ沸かしていない水が入った鍋があったから、とっさにその水をかぶったの。
あたり一面びっしゃびしゃになったけど、命拾いしたわ。後始末を考えると頭を抱えたくなるが、怪我もなさそうでよかったぜ。いやー、火事の恐怖を生まれて初めて感じたわ。そうだな。火事の恐怖ってある日いきなり訪れるものだからな。場合によっては防ぎようがないというか。放火とかそういうこと？ああ、世の中には悪い人がいてな。人の家に火を放って逃げていくような最低な人もいるんだぜ。なんよそれ本当に最低だわ。しかも、中には住民の在宅中に放火されて、住民が亡くなってしまった事件もあるんだ。そんなひどい事件があったの？詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回の事件は、大洲市長浜町女性放火殺人事件について紹介していくとするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説するぜ。2004年4月13日の午前1時20分頃、愛媛県北郡長浜町、現在の大洲市長浜町の民家から出火、全焼してしまったんだ。焼け跡からこの家に住む会社員の女性、鎌田美智子当時52歳が遺体で発見されたんだ。鎌田さんは出火の直前に下の階に誰かがいると、近くに住む娘さんに電話をしていて、その後、出火全焼してしまったんだ。え、じゃあ会社に侵入した人による放火ってこと？怖すぎるわね。わずかな目撃情報や現場の状況から、犯人は鎌田さん宅に侵入し、灯油を撒いた後に火を放ち、近くの沖浦公園方面へ逃走していたことがわかったんだ。犯人は逮捕されたの？現場検証の結果から警察は放火殺人事件と断定。これまで懸命に捜査したが、事件が起きたのは深夜ということもあり、目撃証言が乏しく、今も犯人逮捕に至っていないぜ。不可解な点が多い事件ね。まず、火災前の状況もよくわからないから詳しく教えてほしいわ。2階で寝ていた鎌田さんは出火する約30分前に、近くに住む娘さんに1階に誰かがいる気配がするなどと、助けを求める電話をかけていたんだ。なぜ娘さんに電話したのかしら。そういう時は110番よね。鎌田さんから電話を受けた娘さんが110番通報し、鎌田さん自身も110番通報したぜ。鎌田さんは警察にも1階に誰かがいることを必死に説明していた途中で、煙が上がってきた怖い早く来てくださいと絶叫したところで、電話は途切れてしまったんだ。鎌田さん自身も、娘さんとの電話の後に通報していたのね。そして午前1時半過ぎ、娘さんたちが鎌田さん宅に急行したんだ。その時、すでに自宅は燃えていて、2階からは鎌田さんの熱い助けてという悲鳴が聞こえたんだ。間もなく到着した消防隊員の呼びかけに、鎌田さんは早く早く助けてと叫んだものの、火の回りが異常に早く、消防隊は救出に入ることはとても無理だったんだ。消防隊員も近づけないほどの火災だったのね。結局、消防車7台が必死の消火活動を行ったにもかかわらず、木造モルタル2階建て約150平方メートルの住宅は全焼し、焼け跡から鎌田さんが焼死体で発見されたぜ。それにしても、犯人は一体何のために、鎌田さんの家に侵入して放火なんてことをしたのかしら。普通に考えれば、放火の目的は金銭目的の強盗、あるいは怨恨と思うよな。この場合、愉快犯とは考えがたいしな。そうね。他の理由はまず思い当たらないわ。現場検証の結果から、犯人は相当量の灯油を1階に撒いて放火したみたいだな。火の回りがあまりにも早かったんだ。それと事件当時、近辺で空き巣や窃盗が多発していたそうだぜ。じゃあ、放火犯も窃盗目的だったのかしら。犯人は鎌田さん宅の台所の窓から侵入し、1階に物色されたような形跡があったんだ。このことから警察も、一連の事件との関連性を捜査していたみたいだけど、手口が一致していなく関連性がないと判断されたぜ。じゃあ近辺の窃盗犯とは関係なさそうね。じゃあ怨恨の可能性はどうなの？ところが怨恨による犯行と思いきや、鎌田さんの職場や近所などの交友関係では、人間関係のトラブルは皆無だったんだ。ただ、鎌田さんは、この頃、変な人につきまとわれているような気がすると、家族に打ち明けていて、実際警察にも相談していたそうだ。被害妄想などで勝手に恨まれることってあるものね。そうなれば、激しく恨まれることもないとは言い切れないわ。霊夢の言う通り、そう考えるのが普通だよな。こうなると犯人像がなかなか浮かんでこないぜ。そういえば、目撃情報はあるの？この夜、現場に駆けつけた娘さんは、出火している鎌田さん宅から北にある、沖浦公園方面に走り去る不審な男性を目撃したそうだ。だけど、真夜中だったこともあって、不審者の特徴や服装などは明確にはわからなかったぜ。警察はこれを唯一の手がかりとして、この男の行方を追ったが、犯人逮捕には至っていないぜ。かなり解決が難しい事件となってしまったわね。この放火事件で、気になる点や疑問点がいくつかあるんだ。どんなことかしら？まず放火に使った灯油について、鎌田さん宅にあったものなのか否かは不明だが、もし犯人が用意したものなら、徒歩で現場に来たとは考えがたいよな。そうよね。あれだけ大規模な火災にするにはかなりの量の灯油が必要になるわ。一般的なポリタンク1本でもかなり重たいし、徒歩で来たとは考えにくいわ。
ああ、男の人でもこれは結構重いと思うぜ。公園の方向へ走って行った目撃情報があるが、灯油タンクを持ち込むには、至近距離まで車で来たと考えるのが妥当だと思うぜ。犯人は車で来て、車で逃走したんじゃないかとも言われているぜ。ええ、何かしらの乗り物で来た可能性が高いと思うわ。それと、鎌田さんが事件前に、誰かに付きまとわれていると家族に語っていたみたいだが、特定できないということは彼女自身面識がなかったということだよな。そうよね。でも、犯人はなぜ鎌田さんの家に侵入したのかしら。そこだよな。鎌田さんは犯人の何かを知っていたか、犯人が非常に困る何かを持っていたのかもしれないと言われているぜ。それはどういうことかしら。鎌田さんが開花の人の気配に気づいてから放火されるまで、約30分の時間があった。その間に犯人は1階を物色していた形跡があった。犯人が探していたものは金銭ではなく、犯人の不利益につながるもの、それを探していたんじゃないかとも考察されている。なるほど。どうしてもそれが見つからないから、家もろとも燃やしてしまおうってことね。ああ、その可能性もあるだろうな。あるいは探し物が見つかり、証拠隠滅のため放火したのかもしれないしな。でも、物が見つかったなら持ち去ればよかったと思うけど、それとも、鎌田さんがそこまで重要なものを隠し持っていたとか？人は見かけによらないけどな。鎌田さんが偶然何かを入手した可能性だってある。現段階では真相は闇の中だぜ。本当に残酷な事件よね。犯人が見つかることを祈るわ。ところで霊夢、京都アニメーション放火殺人事件や北新地ビル放火殺人事件など、放火事件って結構大きな事件が多いけど、放火って年間どれくらい発生していると思う？どれくらいだろう。あまりニュースで頻繁に見かけることがないわよね。多く見積もっても100件くらい？ここ最近、放火による出火件数は減少傾向が続いていて、令和元年中の放火による出火件数は2757件と、前年に比べ減少しているぜ。思っていたより多いわ。これでも減っている方なのね。火災全体の中で、放火はどれくらいの割合を占めているの？全火災の 7.3% を占めているぜ。これに不審火と言われる放火の疑いを加えると4567件で、前年に比べ減少はしているものの、全火災の 12.1% となっているんだ。思ったよりかなり多いわね。放火ってどれくらい重い罪になるの？少し放火罪についても触れておくとするか。放火罪と一口に言っても、いくつかの種類があって、それぞれ刑罰の重さが異なるんだ。放火にも種類があるのね、初めて知ったわ。そもそも放火とは、火事を起こす目的で火をつけることだが、建物などに直接火を放つ行為はもとより、腰や布とかの媒介物に火をつけた上で、火災を起こす行為も放火に当たるんだ。要するに放火罪は、故意に放火し物件を焼損することで成立する犯罪だぜ。わざと火を放てば放火になるってことね。わざとでなくても、不作為による放火罪ということもあるぜ。え、そうなの？どういうことかしら。放火罪は普通、故意に火をつけるという行為によって成立する。しかし、消火の義務があるにもかかわらず、容易に消火できるのに消火しないケースや、消防署などに通報しなかったケースにも、不作為による放火罪が成立する可能性があるんだ。消火活動をしなかったり、通報せずに火事を放置したりしても放火になるのね。放火罪は、火を放ったものが建造物か、あるいはそれ以外かによってまず区別されるんだ。建造物の場合は現に人が建物を使用、または人がいるか否かによって刑罰が異なるんだ。また人が建物を使用しなかったり、人が不在の建造物、または建造物以外に放火したりした場合は、その建造物が自己所有か他人所有かによっても刑罰が異なるぜ。さらに公共の危険を生じさせた場合、初めて処罰されるケースもあるんだ。公共の危険って？公共の危険というのは、火を放った建造物などから炎症が生じ、不特定多数の人の生命や身体、財産に対して危害を与えることを言うぜ。もらい火のリスクってことね。ああ、それらを踏まえて、放火罪の種類と刑罰の内容を挙げていくぜ。まず、刑法第108条現住建造物等放火罪。これは放火して、現に人が住居に使用している、または現に人がいる建造物、汽車、電車、幹線、または高校を焼損した者に対する放火罪だぜ。この高校というのは、鉱物を採掘するための地下施設のことだ。民家やオフィスビルに放火したケースのことね。ああ、そうだな。でも住人が留守中の住居のように、放火の時点で人がいない建造物でも、日常的に使用されている建物であれば現住建造物に当たるぜ。ちなみに、ここで言う人というのは、犯人以外の人を指すぜ。なるほど、それで刑罰はどれくらいになるの？放火罪の中でも現住建造物等放火罪が最も重く、刑罰は死刑または無期もしくは5年以上の懲役だ。未遂の場合も同じ法定刑の範囲で罰せられるんだ。確かにこのケースは放火事件の中でもかなり被害が大きそうよね。今回の事件もこれに当たるわ。ああ、捕まれば極刑は免れられないだろうな。それとこの放火罪は、裁判員裁判の対象事件でもあるから、起訴されれば、一般市民が参加する裁判員裁判によって審理されるんだ。裁判員裁判なら社会的感情が優先されるケースも多いから、
かなり判決は重くなりそうね。次に刑法第109条非現住建造物等放火罪も解説しておこう。この放火罪は、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、幹線、または高校を焼損した者に対する放火罪だぜ。つまり、住居以外でいつもは人がいるけど、その時は人がいなかった建造物に放火した場合ってことね。ああ、そうだな。非現住建造物等放火罪は、建造物が他人所有の場合と自己所有の場合とで、それぞれ刑罰が異なるんだ。他人が所有する、人がいる可能性のない建物を放火した場合は、2年以上20年以下の懲役で、未遂の場合も同じ法定刑の範囲で罰せられるぜ。自分が所有する場合は？自分が所有する、人がいる可能性のない建物を放火した場合は、6ヶ月以上7年以下の懲役になるぜ。しかし自己所有の場合、公共の危険を生じさせなければ処罰されないんだ。また他人所有の場合と異なり、未遂罪の規定もないんだぜ。自分の所有だと処罰は少ないのね。刑法第110条建造物等以外放火罪という、放火して、前の2条に規定する物以外のものを焼損し、それによって公共の危険を生じさせた者に対する放火罪になるな。それはどんな例が当てはまるの？例えば自動車やバイク、家具、畳、公園の遊具などを放火した場合だぜ。建造物等以外放火罪も、他人の所有物か、自分の所有物かによって刑罰が異なるんだ。他人の所有物に放火した場合は、1年以上10年以下の懲役、自分の所有物に放火した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金になるぜ。何に放火するか、人がいたか、誰が所有するものかによって罪は異なるのね。自らの意思で放火を行う放火罪に対して、意図せず不注意で火をつけてしまった場合は失火罪もあるけど、今回は割愛するぜ。焚き火も放火罪に発展しかねないから注意が必要ね。そしてこの事件、鎌田さんの息子さんが、捜査に協力する会を立ち上げ、有力な情報提供した人に300万円の報奨金を用意したんだ。息子さんもお母さんの無念を晴らしたいでしょうね。何か有力情報は集まったの？警察に寄せられた情報と合わせて、集まった情報は15年間で1163件もあったが、犯人に繋がる情報はなかったぜ。愛媛県警も捜査員延べ6万8000人を投じて捜査に当たったんだが、手がかりの糸口もつかめぬままだ。迷宮入りは避けたいわよね。今も捜査は続いているの？ああ、現在でも愛媛県警大洲署は16人体制の特別捜査本部を置き、SNS なども活用して捜査は継続しているぜ。特に事件の起きた4月13日には、毎年情報提供を呼びかけているんだ。加えて息子さんを中心とした遺族も報奨金は取り下げたものの、県警と協力して、駅前でチラシを配るなどして、事件の解決を諦めていないぜ。事件が風化しないためにも、大切な活動よね。それにしても犯人が逮捕されていない未解決の事件って、後味がすごく悪いわ。事件については今も捜査が続いているのね。あんなひどいことをした犯人は、早く捕まってほしいわね。ああ、本当だな。そうすることで事件の全貌も見えてくるかもしれない。一刻も早い解決を望むわ。亡くなった鎌田さんのためにも、この先事件に少しでも進展があるといいわね。というわけで、今回は大洲市長浜町女性放火殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。